あ、あ、はい、どうも、こんばんは。松本裕希です。本日もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで、えー、っと、今日はですね、この、このバルターズゲート、えー、っと、統率者レジェンズ2のバルターズゲートですね。はい。 これを見ていきますちょっとね、このエキスパンション、なきゃっコレクターブースターかなが日本版でちょっと入荷が遅れるとかで、いろいろとこう、物議をかましている、かもしているやつなんですけど、まあ、あの普通のパックは出るっぽいんで、まあまあ、カードは買えないことはないらしいですね。あ,あ、どうもどうもこんばんは。いつもはね、あのアリーナーとか MO とかで、まあ、あのモダンやったりとか、<laughs> あのリミテッド やってるんですけど、今日はちょっと、ま、多分これ、リミテッドも、ま、おそらく、やらんま、やることはあるかもしんないけど、前回もやらなかったしな、ま、多分リミテッドもやらずに、ね、ま、あんまり、その、ゲームとして触ることは、本当その、EDH、コマンダー、統率、統率者戦でしかないであろうエクスパンションなんで、ちょっと、あんまり、ま、需要ないかもしんないけど、ま、せっかくね、ま、発売したっていうのもあるし、ま、僕はちょこちょこ、 まあその、まあ、結構ね、そのまあ月1レベルなんで、あんまやってる方じゃないんだけど、まあ一応、EDH、やってるっちゃやってる人間なんで、まあ、興味あるんで、見ていこうかなと思います。はい、ちなみに、この、えー、バルターズ・ゲート、統率者レジェンズは、一応、レガシーとヴィンテージでは使えるやつですね。あどうもどうも、クロさん、サブスクありがとうございます。 感謝申し上げます。今後ともビッグマジックよろしくお願いします。はい、ということで、このバルターズゲートはそう使えて、で、まあ,あとメインはね、どこまで行っても、えー、統率者戦ですね。で、まあ、あとね、あの、まあ、これ、ウィザーズが言ってるわけじゃなくて、まあ、あくまでその統率者委員会、まあ、コマンダー委員会かっていう、その、まあ、厳密にはウィザーズとは関係ない。でも、まあ、 かなりウィザーズと実質関係があって、禁止改定も概ね制定している、まあその、第三者機関っていうかね、がありまして、そこ、いわく、まああの、いわゆる CEDH、まあガチ闘争者とか、まあそのコンボ満載で、オラーってやるような EDH なんてやってるやつおらんやろ、みたいな、まあ、あの、発言が過去あったりとかするぐらいには、 本場、EDH の本場、えっ、ー、と、コマンダー戦の本場のアメリカって、結構そのカジュアル唐突者がメインなんですね。日本もまあ、実際カジュアル唐突者多いとは思うんだけど、どうしてもそのまあ自分のね、<laughs> その話は控えますけれども <laughs>、まあ、<laughs> その、ね、基本的にやっぱ EDH ってその、うん、まあ EDH3 日間、もういいや、EDH って言いますか、EDH って、その、 カジュアルのユーザーが多くてそこに向けて作っている部分が強いです。なんで俺の視点的には結構そのいわゆる CEDH ちょっとまあコンボチックな方を意識しちゃうんだけどカード全体としてはこうでかいの出してドーンって殴ったりとかトークンいっぱい出してワーって喜んだりとかまああとはそのなんかなんかこう思い思いの思い思いのプレイスタイルでゲームをしていく。 方々そのゲームの勝敗よりかは、何て言うか、その、まあ、道中の、何だろう。自己実現で言うとちょっと違うんだけど、なんかま、ね、あ、自分がやり,やりたい動きをする。うん。で、まあ、その、あんまり勝つってよりかは、だらだらとね、の長いゲームをしていく。それでボードゲームみたいな感じですね。まあ、ボードゲームもまあいろいろあるんだけど、まあ、その、コミュニケーションをメインとしたボードゲームみたいな感じなのかな。っていうようなゲーム方式。 が、まあ、その、好まれている、傾向にあります。はい、あ、まあ、いるので、そういったカードが多い傾向にあります。はい。例えば、このエ,ンシェンエ,エインシャント、ゴールドドラゴンなの、わかりやすいですよね。まあ、ちょっとこのサイクルは若干、その、まああの、まあ、ズルできるんで、まあその、まあ完全カジュアルとは言,言いづらいとかもあるんだけど、で、この、7マラのクリーチャーをプレイして、殴ったらやっとトークンいっぱい出るっていうのは、 まあそのあんまり、うん、基本的には弱いです。まあ基本的にはね。まあ,あのズルできるんで別にまあ必ず弱いわけじゃないんだけど基本はまあそういう感じっていうね。ボードゲームは30ページからヘビア扱い。まあまあそうですね。はい。だから実際結構そのマジックのこの形式で、あるまあ EDH の形式で、まあ1ゲーム1、2時間で楽しまれてるっていうのは結構まあその珍しいんですよね。ボードゲームとしても。 だからそこはまあやっぱりそのマジックであるっていう部分もちゃんとあると思うんだけどね。そのマジックで遊びたい。だけど、まあ、その、まあ、スタンダードオーナーが大変だけど、持ってるカードを使いたいっていう層もいれば、マジックが好きで、例えばその友達とワチャワチャ遊びたいっていう層とかね、まあ、いろんな層がいて、まあそういうところでまあ楽しまれてるんだけど。 なんか結構すごいんだよね、本当に。その、ワンゲーム、も俺の視点からしても、ワンゲーム1時間、2時間、ってかまあ1時間で、まあ、今日も終わんないことが多いらしくて、まあ、やっぱ時1時間半とかかな、2時間ぐらいとかっていうのが、カジュアル統率者の、まあ、まあ、それももちろん、まあね、そのデッキとか、構成によるんだけど、まあ、その、まあ、スタンダードなプレイ時間、1時間から2時間っていう感じなんで、すごいっす。 いわゆる CDH って言われるものは、まあ、大体30分から1時間ですね。プレイ時間は。大体ね。<laughs> そうね。まあ、でも、あの、あのレベルに関してはね、あ、じゃルレ,レベルも出すか。えー、っと、統率者レベル。これね、フォーマットで、はい、これパワーレベル。 構築済み、まあ基本でもまあ3ぐらいなんじゃないかな。構築済みを強化したら4ぐらいみたいな感じだと思うんだけど。で、その下はもうね、明らかにその勝敗を度外視し,してるデッキで、まあ、見てここもうこれ、イラストレーター縛りみたいな感じのデッキって、それはもう普通に考えてデッキにならないんですよ。もちろんまあなるものもあるとは思うけど、それ、まあそのなるもの選んでるわけじゃない,ないだろうから、自分の好きなイラストレーターさんの カードだけでデッキをまあ、だけは多分組めないと思うけど、カードを中心デッキを組むって、もうどう考えても勝敗がメインじゃないんですよね。で、部族も、まあ、その、マーフォークとかエルフって言われたら、それはまあ強いんですよ。まあ、そうじゃない、多分この、ここでの部族っていうのは、もうその、マイヤ、マイヤは結構やれるな。まあ、あのー、コボルトとか、海蛇とか、イカとか、そういうその、もう部族デッキになるわけがないような、 枚数が少ないものとか、まあ、かなりコアなものっていう部族がおおむねだと思っていて。あと植物とかね。ま <laughs> だズベラもそうね <laughs>。ズベラいいねあ。ちなみに僕の友達は植物設計を組んでる人がいました。で植物は結構強いんですよね。つって。<laughs> 意外と、意外とやるんだよな、植物。いな。まあ、まあ。えー、っと、はい。あ、どうもどうもこんばんは。まあ、ただな感じなんで、この、まあ、1234は、 まああのー、僕の視界には入らないというか、俺はもうこれを全く分かんないんで、ここに対して一切語れ,語れないです。で、俺が語れるのは、多分ここのレベル表で言うと、多分7から8ぐらいですね。まあ、90までは全然もうやつかもやってないんで、もはや最新の最強コマンダーは分からないんですけど、まあ、そ,のそこそこあの勝ちたいけど、ガチには、ガチは辛い。 いうぐらいのが僕のレベルなんで大体その目線的には7、8ぐらいワンチャン5、6、9まあ9まあ広く見れば6から9ぐらいまでの視点でカードを見ていきますはいっていう前置きをしてみていこうかでまずねまあこのここにさまあちょっとこう今、まあ、ね 7, 7あるものがいるんだけどやっぱりねその コマンダーエキスパンションを見ていく上で大事なのは、もうここじゃないんですよね。基本的にどこ見るかっていうと、まずファクト見ましょう。まずね。やっぱりそのアーティファクトに何があるかが、やっぱね、EDH ってもうファクトのゲームなんですよ、基本的に。まあ、もちろんまあファクト強いから逆に使わないってタクもあるんだけど、なんかこうすごいものっていうのは、やっぱファクトにあることが多いし、ファクトをね、使いたいっていうんで、まず、あ、まファクトからね、ちょっと見ていきます。 まあ、とはいえ大体まあ最悪なんですけどね、まあ、この比喩の印鑑とかはもういいっすよねこれもう一番最初これが作られた瞬間とかは結構もう 1, 1枚1000円ぐらいしてなんかまあちょっと高えなみたいななんかまあ強いんだけどまあその必須っていうまあ必須なんだけどまあ必須に近いけど、まあ、そのスーパー強いってわけでもなくこれに1000円高えなとか思っていたけど今はもうね100円で100円せずに買えるカードなんでまあいいカードですね そう。まあ、ち置物置きすぎるとね、全部割られて泣いたりとか、まあ、最近、あの、置物置きすぎたやつを、その、まあ、利用する悪いやつもいるんで、まあ、ちょっと、まあ、まあま、あいろいろあるんだけど。今、はい、まあ、これまで再六ですね。もう、首輪とかもね、これいいよね、このカード。これも昔は、あの、EDH で使われてたりしましたね。まあ、コンボってよりかは、単純にその、もう、取り付けるように本当に貼っつけて、除去力みたいな、そういう牧歌的な動きをね、 されていた時代もあのあそは EDH っていうものがあんまりその、まあ、その研究されてなかったんで、まあ、かなりカジュアルよりだしあのいわゆる細っていわれるアーティファクターですねあのトリンケット明治礎石、えー、の間同士このカードがね、あのーまあ、昔々はめちゃくちゃ強い。 青の必須カードって言われていたんだけど、持ってくるものが意外と強くなくて、この選択肢としてバジリスクとカラーが、まあ、大真面目に使われている、まあ、使うデッキがあったレベルなんだけど、まあ、使われていた時代も、まあ、あったりしましたね、このカード。思い出話。まあ、ちなみに今はとても入んないっす。そんな、そんなゲームではないっつって。まあ、その時代も強かったわけじゃないけどね。あのー、マナボルト、マナクリプト、ソルリングっていう、まあ、いわゆる三種の神器。 ホゾ三種の神器に加えて、まあ、その、呪文爆弾と、その、まあ、ダメージを飛ばせるカードが入っているデッキ、まあ、結構昔はね、あの、いわゆる、えっ、ー、と、おにぎりコンボっていわれる、まあ、そのデッキで、トリスケリオンが、まあ、普通に入ってて、まあ、結構プレイするし、まあ、そういうダメージを飛ばすカードもちょこちょこあるんで、そこにコンボするぜって言って、入っていた時代が、まあ、一応あったぐらい。 ではい。まあここはもう最悪で、これも最悪ですね。我々のやれば。名前かっこいいよね、これ。これでも、まあ、聖地王も,もこれもみまあ、なんか、この辺は、あ、これは多分、新六かな、焚き火。一番のタップ、逃げイン。2マナ追放。墓地であるすべての、すべての逃走者をハンドに加える。はい、これ多分、新六だよね、焚き火、うん。まあ、一応、 めちゃくちゃ好意的に見れば、出し入れをする逃走者とか、あとはあのー、なんだっけあいつ。えっと、フェイジ。<laughs> フェイジとかダッコン。ですね。あの辺を、こう、使うことのできるやつの一枚ですね。まあ、特にダッコンはマジでプレイできないんで、ダッコンも画像出すか。ダッコン。まあ別にこれを <laughs>。まあかなりね、ダッコン。 使う人おらんと思うけどあれダッコンじゃなかったっけあれああこれかこれかあれ違うダッコンあれなん,かちなんか間違えてるかも 黒んあれだこエスパーのプリンンオーカーこれじゃないかなんか違うやつっぽいな。あのー、コマンダー、えっ、ー、とね、墓地からしかプレイできない黒のレジェンダーのクリーチャーなんだっけあれ墓地からしかプレイできないクリーチャー。 コーラッシュ黒木刃のコーラッシュだっけィキで。<laughs> あれ、三マナ二マナとかじゃなかっ,たっけ二マナとか三マナ。あっ、ハーゴン、ハーゴンか。なんかそんな感じの、なんかダッコンだかハーゴンだかコーラッシュたか、そんな感じのやつだったと思うんだけど。 あれでもハーゴンでもなさそうハーゴン MTG でこやなコーラッシュコーラッシュあやっぱコーラッシュかコーラッシュっぽさある黒木剣の継承じゃない方のあれ <laughs> あストロームガルドの技あ今ハーゴンそれだー これだー <laughs> はい、墓地からしかプレイできない。いやー、別にもうこのカード何にも、何かあるわけじゃないのに、これで、これ見つけるのにめっちゃ時間かけちゃったな。いや、そう、別にこのカードはね、何かするわけじゃ全くないんだけど、いや、あれちゃって。うまあ、こういうねその、制限があるやつを使うことができるよっていうカードですね。はい。 でしょあへえそうなんだ TRPG で DD で互換なんだいいっすね結構ね D&D ってあのいろんなファンタジーゲームに影響を与えてるらしいんで普通になんか FF とも共通点多いんじゃないかないや分からんけどねあれ FF やったことないんで FF の, <laughs> <laughs> の経験 FFTCG とあとはまあ動画で見たあのブロントさんだけなんで 何もしてないんだけどね。まあいいや。はい。えっ、ー、ともう、これ、ハーコンとかフェイジとかを、まあ、ちょっと使えるやつで、私、焚き火以外なんかあったんだよね、こういうカード。過去、まあ、あるんだけど、まあ、それはいいや。はい。えっ、ー、と、ちょっと時間が無駄に入ってしまった。これじゃねえ。えっ、ー、と、これか。はい。で、まあ最、再録チャーダリンドラゴン。れあれだよね。あのー、タルキールじゃない。運命再編にいた。 674、え、え、たるきり、竜気伝かな。竜気伝のアンコモンにいた6マナ4四飛行の、まあ、たらたらでけえドラゴン。誰でも使える結構いいアンコモンでしたね。強すぎず、ま、あでも、ま、弱くはない。普通に強いっていう、いいアンコだったな。リミティやるんだったら、こういうカード結構ょコモンアンコじゃなくコモン。まあ、まあまあ、コマンダーセットだもんな。まあ、そはね、そはまあ、こんぐらいじゃ、別にもうなんともないわな。 なるほど、ね、いやすごいなこれが通常エキスパンションだったらもう6四四飛行は無職で誰でも出せるからこんなに困ってるようじゃあかんみたいな感じになるけどまあ 4, 4人戦でやるからねさすがにさすがにはいはいはいまあ本当にじゃあ D&D の影響すごいってことね <laughs> やらずはコモンはあの基本セットもねあのコモンだったんでまあわかるんだけどねで、えー、飛行と速攻を持つん飛行と速攻を持つこれも,でも新しいカードだよねクローク・オブ・ザ・バットなんかこんな感じあった気がするけど飛行と速攻の組み合わせでこれなかったかなかったか、はい、デカンター・オブ・エンドレス・ウォーターあー これ、多分、えっ、ー、と、なんかあるよね、これ。その、ハンドル上限が消えるマナファクトって、あの、ニマナで、無色が出るものが確かある、や、あるよね。つまり、そうね、ジゴと速攻のブーツか、えー、被覆と速攻のブーツ。ぜ全部ね、ニマナでプレイして、装備が0か1ってものなんだけど、これは、ま、ニマナになってるんで、まあ、クソ重いですね、はい。あ、そうそう、思考の器。そう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 。ちょこちょこ使った記憶あるわ。まあ、あれの、まあ、上位種ですね。 一応、ああいうカードって、まあそのまあ、あの、あんまりガチだとそんなあれなんだけど、結構ね、あのコマンダーによっては、自分の使うコマンダーによってはめちゃくちゃカード引くから欲しいってキも結構あったりするんで、まあ、その、これ増えるのはいいと思うますね。やっぱ基本、サマナのね、このマナファクトって弱いんだけど、まあ、ま能力したいですからね。結構、ま、最近はね、サマのファクトも、まあ、その、マナリスケートのカードも充,充実してきて、 まちょこちょこ使われるカードもね、できたりしますね。はい、で、えー、ミミック。このミミックあれだよね、あの、フォーグトネレビンネルで見たやつだよね。2ナの宝物。か、55。はい。確か、あのー、マジで困った時にこれピックして、え瞬足あった時こいつ。あれ瞬足あれ ?44 じゃなかったっけサイズ。なんかこいつよこれ違くないこれ。ちょっと、不吉なミミックじゃないよね、確か。 あれ多分違うカードやね。ああ、違うわ、これ。これをミミック違う。俊足持ってる。<laughs> でかい。これは、リミテッド的には強え。まあ、このカードはさすがにアンコモンですね。あの、フォーゴトゥネルブにあったら。普通にめちゃくちゃしゃくれる、これ。<laughs> てか、55でかーいな。いや、普通にアンコモンで結構強いんちゃう、これ。 これは、あの、いや、ごめん、これもまあ、あの、まあ、4人制のんで感じ関係ないんだけど、1対1のフォールドネルミだったら、アンコマンでも結構強い気がする、これ。5マナダーバに、5マナダーバにか、ねえ、あの、しかもこれ、あ、あること分かっててもさ、あんま気合われないからね。いや、5マナ、うん、5マナ構えたらパスしたいけど、55はちょっと、一旦待っても何も変わらんな、みたいな。<laughs> 55はさすがに一旦待って、並べ、まあその、並べれ、並べれればいいんだけど、ねどうせこの方構えんのってゲームの後半だからさ。後半、フルパンしてきて通して、返し殴れんかったらダメだ。うん、負けるから殴るか。55、ブロック。うーん、はい。片付けみたいな感じになりそうだね。いや、そうそう、すごい。これをコモンなのはすごい。これ、これもしコモンにあったら、 もう、フォートドのレルブ、殴れない <laughs> とんでもないエキスパーションだったな、これ。まあでもまあまあまあ、4人戦のカードなんでね。まあ、普段はアンコモンでも相当か、まあ、下手したらレアぐらいにないの、きついようなカードのスペックのものが、まあ、コモンにいるっていうのは面白いですよね。やっぱり1対1でやりたいな、これ。1対1で、なんか、ないかな。アリーナ入んないかな。入んないかな、これ <laughs>。MO は入んないんだよね、これ、系統。あの、トレジャーチェストからしか出ないから、遊べないっていう。 リアルもね、このエキスパンションやろうって言いづらいよね。誰もその使わないからさ。うーん、なんかこう、俺しか得るもんなくて終わる。まあ俺も,俺もそんなに得るもんじゃないから。一部のカ、自分の敵に入るからしか使わないからさ。あんまね、そう、あんまり得しなくてやれんみたいなね。アルキミーホライゾンか。はいはい。まあ多その、そういうエキスパンション入るんだったら多分このカードはアンコモンになるか入んないかなってそうですね。 えモグラ。バック。あ、イニシアチブっていうの出ましたね、これ。このイニ,アシ,イニシアチブっていうのは多分、まあ、あの、ご存知ない方もいると思うんで、説明すると、イニシアチブは、えっ、ー、と、あれ。あれと同じような感じ、すなきゃ。えっ、ー、と、統治者。まあ、統治者と同じような感じ。って言ってもわかんないかもしれないから、もう出すか。えっ、ー、と、 イニシアチブ、えっとねイニシイ、イニシアチブを得ると、まずあの、男女の探検ができます。簡単に言うと。どこだっけとメカニズム違う。イニシアチブ、MTG、メカニズム。これ書いてないのちょっとね、まあ、不審説なんだけど、能力持ってる要素長いからね。ちょっと、あった、これだ。ここに書いてる。えー、っとね、イニシアチブ、これ、はい。 イニシ野チブを得ると、このダンジョン、専用ダンジョンですね。この地下街っていう、まあ、専用のダンジョンに入れます。まず。で、このダンジョンは専用なんで、まあ、結構強い。まず、基本地形サーチ。一番最初がね。最初に基本地形サーチして、で、まあ、基本的にスクライツーで、トレジャー出して、まあ、クリーチャー出して、で、えっと、上から斜めだけ五枚、10枚か。10枚見て、クリーチャーを場に出すっていう、まあ、 なかなかすごい能力持ってますね。一応それ以外にもちょこちょこあるんだけど、他の方はまああんまり使わないかな。一応ここか。カウンター2個置くはまあ使うかな。で、刺激するっていう、これもね、あの、コマンダー専用の交換で多分、まあご存知の方多いと思うんだけど、刺激っていうのは、クリーチャー一体を対象として刺激する。そのクリーチャーは次のターン、あなた以外、刺激をしたプレイヤー以外を必ず殴る必要があるっていう能力を付与する。ん状態を付与する効果ですね。 あ、思想ごめん。ちょっと前、文章読めなかった。思想をする。はい。で、ワンドロー。はい、あざす。思想、思想します。俺はずっと死液って読んでました。まあ多分今後も死液って言うと思うんで、その時は言,っ言ってください。っていうものです。別これイニシアチブっていうのは、基本これだけなんだけど、あの、当事者と同じように、えっとね、まあ当事者は言うんだなんだけど、これはイニシアチブを得た瞬間と自分のアップキープにダンジョンを探検します。 なんで、一生、イニシアチブ入てると、毎ターンどんどん勝手に進んでいく。っていうのと、それから、イニシアチブは、他人に奪われるんですね。え、これもね、統治者と同じで、戦闘ダメージ、クリーチャーによる戦闘ダメージを、イニシアチブを持ってる人間が食らったときは、食らったときに、与えた人間に移るんです、イニシアチブが。で、移ると、ョンの探検ができる。 でダンジョンでアップキープくるとも探検できるっていう感じで、まあ、そういうふうにこうまあイニシアチブを持ってる人間が狙われるような効果です、はい、ちなみにこのダンジョンはえー、っとここここから入れるのは地下街だけなんだけどすでにダンジョン入っている場合はそっちを探検できますっ、まあ、ていうかダンジョンは複数個同時に入れませんのでこのイニシアチブを得る前に例えばあのー、あのなんだっけ なんちゃらの鉱山とか、クレール魔、まあ、クレール回した免疫でいいや。クレール回した免疫に入っていると、イニシアチブを得ても、そこの探検を進めることはできるんだけど、地下街には、そこのダンジョンをクリアするまではもう入れないっていうような感じね。逆にイニシアチブを得てる状態の、まあ、地下街ですね。地下街に入ってる状態で、ダンジョンを探検するって効果を使うと、えっと、地下街を探検できるっていうような感じです。はい。が以上がイニシアチブで、まあ、このカードは別にどうでもいいから、まあ、飛ばすか。 で,、まあね、でこのねえっ、ー、と隠しダイヤモンドこれはあのー、まあ青若白身と黒全部のダイヤモンドがあってタップインで、まあ、マナが出るだけのもの基本的には弱いものなんだけど、まあ、2マナのファクトがねあんまりない時代とか2マナファクトがない色とかは結構ね使ってて昔はこのカードは何やかんや必須カードっていうふうに言われていた時代もありました。 今は別に入んないです。まあ入る人もいるぐらい。めちゃくちゃマナファクト欲しいっていう人とか、まあ、単色デッキで入れ,れるものが全然ねえっていう人は入るんだけど、今のこの世界ね、まず3色あると、印鑑ンンと、それからタリスマンで6枚使えて、かつ比喩の印鑑ンンがあって、も7枚が、まあ、かなりその強いもの、リマナファクトとしてその強いものが使えてしまうんですよね。それ以外にも無色まで見ると、めちゃくちゃ数あるんで、 もう今はね、あ、そう、全然、全部アンタッピンでね。全部アンタッピンであるんで、まあ、よほどのことがない限りは、このタッピンマナファクトは使わない時代ではあります、はい。ロープ。ロープが出ると、クリーチャーに、え、縄カウンターを置く。まさに縛るのね。はい。で、アップキープに2を払うと、縄カウンターを置く。そうしないと、 置かれていない、置かれていないか、フリーチャーを全部追放する。あ、ロープとか。あー、4マナえうっす。まあまあまあ、あの、リミテッド的にも面白いですね、はい。門の巨像再録。衝動ゴーレム。これどこだっけどうしこれなんかどっかにいたよね、これ。これ前回のレジェンズかな。まあいいや。冒険。これフェイジーと死にますね。うわっ、つって。 1D20、えー、振るとあなたにまあ自称をする10から19殴る20ランタンオブリビーリングあっあれねまあまあマナリス系統で4マラタップでまああの土地だったら出せるよってことですねはい。 多用途の鍵ダイヤモンドを更新するデュオドロンうんマールートうん、うん、あ隕石ゴーレムだこいつもめちゃくちゃ再録してるよな何回してるこいつ再録もう5回以上してるんじゃないかこいつマイマイティーサーバント・オブ・ルークを3 6 6五方登場4重 2体に乗っている場合、通ったら通路をする。はい、はい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 。最初に登場、だからまああれか。2、あのー、体で登場しまく、しまくっても、まあこの能力得ないよってことね。はいはいはい。まあ、一応ね、えっと、こういうカードはワンチャンあるんですよ。っていうのは、その、まあデッキによっては、もう追加コンバット、オラオラオラーっていうデッキがあったりして、で、まあ殴る。 デッキっていうのは、うそは、殴ることでアドバンテージを取るってデッキがあるんですね。<laughs> まあ、登場用はちょっと重すぎるから、ま、あんまないんだけど、トランプル持ってるのはすごい大事で、このま、でかいトランプルこの EDH ってね、この、細かいクリーチャー、まあ、22ぐらいのクリーチャーはまあ結構並ぶんですよね。33ぐらいから、結構、まあ、そのでかい EDH の感覚的には。ましてや66トランプルは、もう実質、あの、アンブロ、アンブロスこのカード実質 EDH において。 で誤,報まあまあ、誤報がねちょっと効果弱いんでまあまあまあ別にまあしゃねえかって除去あることあると思うんだけど多分基本的にはね、まあ、その多人数戦なんで自分が殴られてる時にまあ普通に6点しか食らわないから複数,体複数回そのまあ殴られそうだから除去類以外だと多分まああんまり除去ないと思うんで結構ね多分カード引けるからまあそので入り位置は無色のカードはめちゃくちゃ簡単プレイできるんですよ。 いいよね、0マナ一1マナのマナファクトで、まあ、その3マナを簡単に出せるんですね。無色3マナってその普通のデッキでも、まあ、1ターン目、2ターン目だね。まあどういうコマンダーを使うかによるんだけど結構連発するカードで有名なやつって、まあ、3マナなんだけど それってその連搬する際に5色使ったりするんですよね。まあそういう、まあそのデッキでは使わないけど、まあそういうまあその連搬するデッキにおいて、まあ暇な3マナ、無色3マナな置くたま結構あるんで、どっかで出しておくと、まあこのカードでまあ4ドローみたいなことが発生するのはまあ結構あり,ありそうなんで、まあだってサーチもしやすいしね、うん。なんでまあそういうデッキではワンチャンあるかもねっていうカードですね。はい、で、 マインドストーン。このカードもいっぱいはしてないか、サイドク2回ぐらいか、まあ、いいカードですね。精神石。これはいまだに現役のカードですね。やっぱその、サクってワンドローがすごい偉いんですよね。マナファクトって序盤はね、いっぱい並べたいから、結構枚数欲しいんだけど、まあ、ちょっとやっぱ引きやっちゃうと、マナファクトしかなくなって、うん、終わったってなることがあるんで、まあ、そういう時にこういうカードがね、混ざっていると、まあ、ワンチャン耐えるみたいなことがあるから、 まあ精神石は、まあ、その色がね、これ4色できてとかじゃなければ結構入れやすいからですね。なんならそのその 3, 色3色ぐらいだったらあのタリスマンとか印鑑よりも優先して使うこともあるぐらいです。まあ、6枚いけばあんまり入んないしね。まあ、最近のあれは。まあ、6枚ぐらいなんか入るか。あまいいやでミラー・オブ・ライフ・トラッピング。あ、これ,これ500なんですよ、これ。 このカードさ、すごいこと書いてあって、クリーチャー一体が出るたびに、これはもうクリーチャーなんで、相手もそうでね。相手もなんかとプレイするたびに、それを追放します。で、その後、過去にこのカードによって同じように追放されていたクリーチャーを全部自分の目に出すって書いてあるんですよ、このカード。まあ、つまり、もう、俺はもうプレイし放題。相手はロック。出した瞬間に相手の全クリーチャーが腐るっていうスーパーカードに、まあ、 なってて、え、すげえカード出たな、みたいな。まあでも、ED じゃったら、まあ簡単に割れるし、まあ自分の1体目のクリーチャーはプレイできないし、まあそんなもんかな、とか。まあ、レガシーヴィンテージも4枚目プレイするのって、まあね、クリーチャーデッキはもう1、2、3単目、もう展開どうせ終わるだろうから、まあそういうことで考えていくと、まあヴィンテージで MUD ぐらいなのかな、っていう理由で、まあ作ら,れ作られたんかな、結構頑張ったから作ったな、って思ってたら、 <laughs> 思ったらはいオーナーのコントロール下に戻すっていう効果が正しいようですねはい、まあ、そらそうかっつってでも結構ねこれ許されるんじゃないかと思ったんだよなこのこの効果いや意外といけないかなこれ実際この適正で,でもめちゃくちゃ強いと思うんだけどあとめっちゃ不愉快だと思うんだけどでも実際レガシーとかでさこのカードってまああのコントロールデッキが使うフィニッシャー枠 になると思うし、メインボードときはとんでもないと思うから、まあなんだけど、まあメインボードでさ、4ナのカードでさ、置いたら勝ちぐらいは、まあね、まあ、まあまあま,あまあは言い過ぎかもしんないけど、まあね、つサイドコアは割れる、割れるだろうみたいな。で、ヴィンテージなんてもうね、どうせメインから割れるなりカウンターするなりで、4ナのカードはさ、もう通ったら終わり、まあ前んま言い過ぎなんだけど、 まあでもさ、それ言ったらね、当社の負けのカードっていかでもあるからね。まあ、ティンカーとかね。ティンカー、アンリコーみたいなもん、まあ、テフェリーもサンティフもそうだしさ、ナーセットもそうだし、実質当社はほぼゲーム負けっていうカードは結構あるから、まあ、MUD がね、このカード使えるぐらいだし、まあ、ありなんかな、みたいな。と思ったんだけど、はい。えー、っと、ダイヤモンドで、ノーチロイド戦。プレイヤーへの文字追放する。 ダメージを与えるとそのカードを出せる。うん。このカードはさっきのやと違って、ちょっと4。マナはね。無色4は重いんすよ。この辺の感覚は多分ね。そのコマンダー特有だと思うんだけど、この2マナ出るマナファクトがあるんですよね。1。マナ以下で例えばゼロマナでで1マナで3万無色3。マナファクトがあったりとかま2。マナでも4。マナものがあったりとかで結構その無色3。マナぐらいだとまちょっと頑張ればペリーできるんですよ。 で無色4はそのマジで1ターン使うんですよね無色3マナは何な,なら3ターン目に2アクションできるんですよも、まあ、3足す3とか結構できるしその無色マナってね後半結構余ったりもするし後半っていうかまあどっかのターンだねにその1ターン目にその辺プレイできると、まあ、特にソロリングとかクリプトプレイできると、まあ、345ぐらいどっかで無色無色マナかに余るなっていうターンが大体出るんですよね っていうところで3マナっていうのはまあまあプレイできるんだけど4マナはね結構大変だしあとこのカードは墓地が必要なんだけどまあ、そういう時に自分の墓地超えないから基本的にはね IT ゾーンで IT ゾーンにしてはちょっとまあそのタイミング選べす,すぎるというかね、うん、このカードを最速でポンって置けないんで、まあ、そういう意味でもこっちはちょっと使いづらいかな、うんまあ、登場はねあっちより軽いんだけどまあ、うん、そうね、うん ちょっと微妙な気がする、ーチロード線は,は。で、ナビゲーションオーブ。うん。はい。ニンブルライトの設計です。あ、これ、あれじゃん。えっと、墓地から置かれたときと全く同じか。霊気ん、ん 霊気紛争んそんな感じの。違う、霊気紛争だっけあの、カラデシュの2個目だねに。カラデシュの2個目のエキスパンションにあった、やつ。の、動画再販ですね。まあ、厳密にはまあ、あれ、あの、出てくるのが、なんだっけ。まあ、ああの、いちいちのね。名前が違うんで、厳密には違うんだけど、あと顧問になってるね。まあ、でもまあ、はい。 霊気体か。霊気体なんだけど、これは違うけど、まあ。はい、えっ、ー、と。はいはいはい。タップインで出て、まあ、ゆっくりサンマラアームよってことかなね。アンタップインだったら、これワンチャンあるかな。一応ね、その、いやー、ないか。はい。<laughs> 伝説のクリーチャー。おこれはいいですね。貴族の印象。これはかなりいいマナリスなんだけど、まあ、起こさりよっていう。で、1マナタップで。 自分の主にコマンダーを起こすカードって有名,有名なもので言うとえっと千年霊薬ってカードがあるんですねこれもよく愛用してるんだけど千年霊薬はいこれこのカードはえー、っとね全ての自分のクリーチャーが機動型能力を使う時は速攻持つように使えるつまりタップ能力をタップ能力は全部使えるっていう 即座に使える自分のクリーチャーは。でかつ1マナタップでクリーチャーを起こせるよっていう結構ね、まああのー、面白い効果のマイファクターなんだけど、まあ、これを使うデッキが何かっていうと、まあ、当たり前なんだけどタップ能力を持っているコマンダー、まあ、例えば、あのー、すごい、あのー、能力がでかいもので言うと、えー、アルカニスとかだね。アルカリス これとかもすごい分かりやすいカードで。これ、全能なるものアルカニス。あれこれなんかあれだな。はい。タップでカードを3枚引くみたいな。こういう感じのコマンダーですね。大体マナ,マナクリが多いんだけど、実際使うのはね、多いんだけど、こんな感じでこのタップ能力が強いコマンダーを使うデッキに入るカードで、このカード同じですね。まあ同じような感じで、 まあそのタップ能力を使いたいコマンダーだったらまあ入れていいんじゃないかなっていう。うん、まあいいカードですね。で、マナリスっていうこの形式も別にまあアンプレじゃないんで全然その能力が強ければ全然使うんで。で、この能力は結構ね、本当にアドバンテージ相当そのまあ稼いでくれる。あるいはまあマナーをめっちゃ読むみたいな感じになり得るから、これは結構使えるんじゃないかな。これ新録だよね。多分、貴族の印象。 これ再録だとどうしようかな ?MTG おー新録っぽい。はい。いいやん、コモはい。尊き彫像。うん。予言のプリズム。ラグ・オブ・スマザリング。プレイヤーが呪文を取られたり、そのプレイヤーは薄、 ダイヤモンド、ストーンスピーカークリスタル。あ、これ、あれじゃんね。あの、免傷体の亜種ですね。4マラで2マラ出る。はい。で、2マラタップサクリファイスで何かする。で、あの、免傷体はサクリファイスで2ドローだけど、こっちはサクリファイスで、2マラサクリファイスで、ぽち追放の1ドローですね。まあ、結構、どっちもあり得る感じですね。まずは、あのー、その綿晶体っていうカードってさ、 まあ、なんだっけ、名前覚えてな、ね、いなん、なんちゃらの名称なんだけど <laughs>。4マナで2マナを生むって効果って、まあ、ちょっとまあ当然あんま強くないですよね。うん。あの、むしま、あの、マナを生むアーティファクトはいっぱいあるんだけど、まあ、タップインで良ければ3マナにもあるし、で、まあ、いろいろと制限があるけど、まあ、3マナを生むとか、2マナで4マナを生むっていうカードもある中で、この、こういう系統のカードをわざわざ使ってあんまないんですよね。結構その、まあ、 無職マナーめちゃくちゃ使うデッキとか、それこそはもうさ、あの、裏モグがコマンダーですみたいな、そういうデッキじゃない方よりはあんまり使わないんだけど、逆に言えばね、そういうデッキは使うんすよ。裏モグコマンダーとかさ、無職としと者は結構ね、マナファクト、もう最近はめちゃくちゃあるから、まあ、その、まあ、マストじゃないんだけど、でも結構まあ雑にいるし、やっぱ裏モグとか使うとね、裏モグとかコシレックとかそういうさ、めちゃくちゃ重いコマンダーを使うデッキは、 こういったカードは、あればあれだけ欲しいっていうにもなるし、やっぱりその2万以上生む場ナファクトは、そんなに多くはないから、負けもあるしね、他にも。このカードは、あそういう出では使えそうですね。他ではまあ、墓地追放はあるとはいえ、でやっぱ当然ね、その入り口、墓地コンも結構多いんで、墓地追放しては強いんだけど、あのちょっとまあ重いしね、まあ、あんまり使わなそう方だね。 あ早足のブーツ、はい、<laughs> 先駆者のた末イニシアチブを得て財宝を得てまあこれはカラディシかなカラディシになったやつですね死んだら俗称っぽい効果を発揮するやつ万、うん、能溶剤はこれどこだっけな基本セットかなこれ確か M21 ぐらいだった気がするけど あテテフェ、ね、あテフェェネアの青白リだね、うん、まあただもう起こすカードはね今日起こす系ってねもう無色マナはどうでも結構いいんですよねてかもうそのなんだろうその起こせる系って効果量が大きいものが欲しいから2マナのものよりも3マナ四4マナが欲しくてで言うともう3マナ出るマナファクトは結構普通にな複数枚あるんで、まあえてこのカードを使うとないかなうん。 まあ枚数が足りないか入れるられるかもあり得るけど、まじ結構2マ枚以上のマーファクトってちょこちょこある。玄武岩のモノリス、バサルトモノリス、玄、えー、武岩のモノリスと、えっ、ー、お,おごさかなモノリスと、まあもちろんその1万、1マ万で3種類あって、それからまあで4万でも燃焼体とか燃焼体もあるし、えっ、ー、と、ちょっと重くなれば6マ万の3万のものもあるしで、そういうデッキのカードって、この、 その瞬間埋めるマナ量が大事だから、結構2マナムカードをねいっぱい入れてもしょうがないってことはあると思うんだよね。だからそういうこと入れるんだったら、そのサーチカードを増やして、今、トリンケットメイジとかそういったカードを増やして、探す方が多分強いから、多分、まあ、テフェリーディッキではあんまりだとは思うけど、なんかまあ、うん、うん、です。あっ、えー、あっちか。あの、6マナの方だね。確かに6マナの方だと、 でも、いやでもわ、もう枠的には十分な気がすあのあのあのデッキも。あえっとね。テフェリー。MTG、通説者。見てた、こいつだね。えっと、こいあ、日本版のチョコレー多分これだと思うんですけど。はい、このテフェリーはですね。 えっと、めちゃくちゃマナーを使う、まあ、6マナーであ重い闘争者なんで、マナーをめっちゃ伸ばしたいデッキだし、で実はあともう一個ね、あのー、マナーが欲しい要素として、えー、このね、鎖のベールっていうカードで無限コンボするんですね。これ、こ告か。で、これ、まあ、あのー、このティフィリー出したときに、 ちょっとマナが浮く必要性がある。えっとね。何マナだっけ ?1 マナ分、1個、1個、1個いいんだっけ ?2 マナファクト1個とこれあったら無限マナだから、ん無限最強性マナかかるかも。まあまあ、できれば5マナ欲しいか。5マナ分なんで、3マナ以上ャーでマナファクト1個と、まあ土地3枚とか、か、まあ、2マナファクト2マナファクト、土地ベールっていう感じで、マイナス1を使うと、まあ無限マナになるんだけど、 無限マナ無限キャスト、無限ドローになるんだけど、まあ、そういうデッキで欲しい説は、まあ、テフェリー早くプレイするために、まあ、2、4、6みたいな感じしたいから、まあ、ありかもしれないが、まあ、どうかな、枚数は、とはいえ、まあ、現状十分にカ,ッパカードあるから、まあ、そんなにって気もするけど、まあまあ、脳ちゃんではないかな。で、えっ、ー、と、難問の細工箱。 これね、ちょっと考えてみたんだけどあまずかうか読むか、はい、D20 をあっームなのがサイコロかサイコロを振るたびカウンターを置いてであその数値分のカウンターを置いてでまあ一応まだ、あ、出すと、まあ、カウンターを置いてダ,ダイス振れてで100個のカウンターを取り除くとファクトをバレ出すっていう。 このね一番下の100個を取り除くと出せるってのは、めちゃくちゃ強いです。もうその、まず、ボーラスの城塞とか、もう置いたら勝ちみたいなカードが結構あるんで、入りボーラスの城塞、それからまあ、一応ね、迷子シンスの球も,もあるし、モダンで同じみね、迷子シンスかみたいな感じで、迷子シンス。まあ、あれは結構その、まあ、なんていうか、相手の前半回とかもあるし、まあ、簡単にその、ゲームを終わらせるカードなんだけど、そう。 まあこの効果はすごい強いんだけど、ダイソー振るって結構きついんだよね。カウンターとかだったらさ、あの、いわゆるイフリート。でも無限にこう、チャリンチャリンチャリンってやって、条件達成できるかなとか思ったけど、ダイソー振るっていうのは、これはもうフォーゴトンレルム、ケイトのカードしかない,ないので、意外とこれね、難しい。 で、まあ、もちろん、このカードをアンタップ、ブエーってやったらできるんだけど、そのブエーってアンタップするときって、大体何でも買ってるから、<laughs> まあ。まあ、今日無限までみたいなもんだからね、それって。一応ね、まあ、あの、例えば、えっ、ー、と、あ、どうもこんばんは。えっ、ー、とですね、今、あの、無職から見てます。<laughs> そう、なんだっけ、えー、っと、から、えぇ、ー、なんだっけ、あれ。通電式キーと、 また、あ、ま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 あ、このエキスパネルであるから、多用途の書きか。多用途の書きと、それから、えー、っとね、あれは、ま、名前が出てこない。起こすやつ。あー、コピーするやつ。えー、っと、名前が出てこないんだけど。なんだっけ。コピーするやつ。あの <laughs>、まあ、人技、人技能力をプレイしたときにコピーするっていう、3万の、3万のファクトがあって、まあ、 まあ、ファクトゲームあるんだけど、それと合わせると、一応、あのー、一万の払うたびにダイス振れるんですよね。だからまあ一応それと、あ、そうそう、それ、ブライトハウスですね、そう。ブライトハウスの指輪。あれ確か。はい。これね。コピー1いですかね。あ、2か。ごめん、かんちゃ二ちゃう。二万,万の払うたびか。 二万七払うためにダイヤス振れるから、一応、何万だこれ、と。期待値10だから、十万なうん、十万な払ったらサーチはちょっと <laughs>、ちょっと上かーっっ。で、まあ他にも、だから、まあやっぱ、うん、必要っすね。ただね、D20 振るって、あんまないんですよ。その強いもので言うと。てか、まあ軽いもので言うとね。やっぱ ED1 って軽いものが欲しくて、重いものでね、やってもし,しょうがないから、軽いものがいいんだけど、あんまりない。 ですね、うんだからまあちょっと難しいよりかなっていうまあ使いやりけだね効果としては強いしまあ、マナリスが欲しいで一気はんまないと思うけどまあそのまあいずれいずれ機能するっていう位置としてまあ面白くて,入れ,てる分入れる分にはまあいいカードかなと思いますねあどうもこんにちはすでまあ実際ブラウデハウスがあったらちょっいっぱい振れるしなんで まあ、ブライトハウスが入るブライトハウスとそのデッキだねえー、っとえー、っと鍵等々のカードが入ってるデッキだったらまあいいんじゃないかなって一応まあその無限アンタップとかいくらでもあるんだけど、まあ、無限アンタップする場合って基本的に無限マナになるんでもういくらでも価値観があるから無限マナになる状態無限になる状態のこれはちょっとあ,あんまりねメリットじゃないんですよね まあ,一応ね、まあその無限マナーだけのデッキだったらその、まあ、タップで勝てるカードでもあるからそのフィニッシャー枠勝つみたいな枠として使えると思うんだけど、まあ、このカードにしかできない役割っていうのはあんまないですね。<laughs> 100個カウンターの乗った瞬間に死ねてたけどなんかね「じゃあもう満足してやろう俺の勝ちな」っつって。 じゃあ、でも、こんみたいな感じで <laughs>。ゲーム終わりそうだけど、まあ、そういうね。まあ、まあまあ、カードはいいと思う。面白いカードですね。結構、雑に使ってもいいと思うから、このカードは、まあ、あのー、まあ、いい島だと思う、はい。で、土地見るか。これさ、五色らしいですね。五役、まあ、らしいですね。これも、また。バルターズゲート。このエキスパンションの、 名前になっているカードだから、そらもう杖やろと思ってよく読んでみると、門の数だけ流れる、んーつって、また門がね、こんな感じで、ちょこちょこ、あの、アンタッピンの門もあるんで、まあ一応、ね、その、まあ頑張れるかなとかちょっと思ったりしたんだけど、これさ、X はあなたがコントロールしている門の数に等しいではなく、 あなたがコントロールしている他の門の数に等しいが正しいらしいですね。つまり、2マラタップ、3マナ払って、マナ増えるには、最低他に4枚必要っていう、めちゃくちゃきつい。<laughs> めちゃくちゃきついっす。コンフラックスはいいからじゃないですか。あれはもうさ、なんか打ったら勝ちみたいな感じあるからさ、楽しいけどこれはちょっと、これは、いくらなんでも、 ちょっと怖がりすぎだろこういう効果 <laughs> いや確かにさねあのいやでもねなんだっけあの沼の数だけ学出すとかあるけどさ確かにあれは自分含まないけどいやこれはもんええー、やろっつってまあ実際このカードはあの、まあ、この門に関してはえー、っとねえー、っと名前が分かんねえや ギルド門審判じゃねえわ。えー、うんだっけあれ。門、NTG、勝利って検索するか <laughs>。特殊勝利門、門に関係するね、特殊勝利カードがあるんですよね。あ、そう、迷路の終わりだ、これ。迷路の終わりっていう特殊勝利カード、土地があって、日本語版が出てこないな。 はい、迷路の終わり結構、ねねね、根強い人気を持つカードなんだけど、はい、タップインかつ無色しか出さないっていうカードなんだけど、まあ、3マナタップでデッキから門カードをサーチし出すっていう、まあ、結構すごい土地なんですよねこれで、まあ、実は EDH でこれ使う場合って今基本使わないんだけど使う場合はさっきあのねチラって見たブライトハースとかでこのね コピー、その持ってくるのにコピーしてできるんで、これで一気にバババーって持ってきたりとか、まあ、いろんな方法でね、一瞬でバって揃えて、ち早いと5ターンぐらいで勝てる、勝てるって決まるんだけど、まあ、勝つこともできるんだけど、まあそんな感じの、まあ、こともできたりするんだけど、まあ、今回モンがね、めっちゃ増えてるんで、まあそういうもんデッキで使う分にはまあ楽しいのかなーみたいな、うん、気がしますね。はい。まあ、 以上。<laughs> あ、そうなんだ。ヒストリック使えるんだ。へえうん。<laughs> うーん。唐突の唐みんな使おうね、これ。最強なんだからね。ガンド。ちょっと反応してたらガンドっていう単語に。うん、あ、じゃこの泉サイっ、えー、とこの、これサイクル。この、えっ、ー、と、 対戦相手が複数人いるとアンタップになる2色ランのサイクルは強いんでみんな買いましょうってやつですね、はい。これはもう無条件でみんなが買うカード。とか使えるカード。はいまあ、最強ほぼ最強なんだね。まあ、デュアランンより弱い,弱いけど、まあ、デュアラ,ンデュアランの次に強いのカードなんで。これはみんな用意しましょうって感じで。まあ、ランド以上か。で、じゃあ次は多色見るか多色はまはないからいいか。単色見ていくかいや多色見るか 予見者、アーロンド。一枚引く。その後、ハンドのカードを追放して、こ、そ、それの上に、マラソーより等しいか、の時間カウンターを置く。それはこのカードから最後の時間カウンターが取られたとき、マラソー、その後、その,そのなるほど。ジョイラーですね。<laughs> タップでハンドのカードに大機を付与する。 ただその際にワンドローできるし、まあ、複数回使うと時間カウンターがめちゃくちゃ減ってくんで、まあ、このカードをさっきのさアンタップするカードでつあのアンタップしたりとか、まあ、このカードが結構が強いですねそれで言うと、まあ、その待機なんだけど、まあ、ドローするたっぷりドローする上で上にそのまあ踏み倒しマナをめちゃくちゃ生むっていう性質もあるからこの効果を同一ターンにまあ3回4回使うと結構すごいことになるんですよね しかもこれさ、その、待機するじゃないですか。そうすると、ほまず、一回、まずその、まあ、ハンドルさ、例えばそのねエ、エメラクールを待機してました。15マナ。まあこれ、ね、つく、まあ、イリーグやっけども、まあ、15マナから待機して、まあ、カウンター15個置きました。起こしてもう一回使うと、で、今度はウェラマグプレイしたら、10マナに10個置かれるんだけど、そうするとエメラクールから1個取れる、取れる使えるんで、まあ、14個になるんですよね。で、もう一回起こして、まあこれ使ったら、 ま、使って、コジレックを追放したら、エムラクールが13、コジレックが、あ、ウラムが9っていう感じ、どんどん軽くなっていくんで、なんか、ドイツターンに、まあ、5回、6回、7回、8回とか、無限、まず無限アンタップだったら簡単に勝利だし、まあ、有限回数でも、まあ、5、6回ぐらいって結構できるんですよ。この、さっきの、ブライトハースとアンタップするカードを使えば、ま、マナの限り、マナの限り起こせるって感じになるし、で、マナをそこに全部費やしても、このカードで、 マナーが実質ね、軽減されてるんで、まあ、このカードが無事、その、出てね、ターンが帰ってきてくれるとか、まあ、準備は必要だけど、これは結構面白いいいカードだなって思いますね。そう、千年レイヤーが、とりあえずね、千年レイヤーが使えば、2ドローと2枚チャージとカウンター1個は取り,除か取り除けるんで、あとね、これのやっぱいいところは、あの、夕食マナーが浮くんですよね。 結構ね、EDH って無色無限って簡単だし、無色マナはね、あの無限にせずともね、まあ、まあ結構出る。まあ正直4ターン目だとかだったら、まあ7マナとか8マナは出せるんだけど、夕食マナはね、まあそんな出ないんですよ。このカードは別にその軽いカードは別にいいんですよね。例えば、もう、あのオプト、オプトとかさ、定合とかブレインストームでもいいんだけど、そういうさ、1マナドロー系のカードを待機するだけでも結構強い。ので、 こいつは、まあ、色がちょっと悪いんだ、まあまあ、悪いっていうかさ、あの、まあ、青緑ってね、あの、めちゃくちゃ強いんですよ、コマンダーたちがね。青緑の、青緑のコマンダーって、マジで激戦区で、もうなんか、そのアドバンテージはいくらでも取れるぜってやついっぱいいるから、まあ、このカードが特別、その中でね、あのまあ、最強みたいな感じにはならないんだけど、ただまあ、全然、楽しく遊べる、まあ、強い、能力は十分強いカードなんで、 このカードで一気を組もうっていうのもいいんじゃないかなって思えるまあはいいいカードっすいいカードっすね楽しそうアスタリオンハンコン摂氏まあダメージ系統はね基本的にコマンダーは弱いからねパーマルン3個探ると、うん、3種類以上あったなら 三点ドレインして、三ドロー。はい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 。まあトークン系サクレって感じのカードですよね、これ。まあトレジャートークン、まあリスとかそういうトークンサクって、で、あと一個なんか,か、変わるタイプ三種類以上のか、ああ、ん変わるタイプでするあれね、ファクトとかって話だよね。まあ最大三個。最大か。じゃ二番バラサクったら二個なのか。 はいはいはい。うん。部族、エンチャント探ったら2個で。エンチャントファクト、エンチ,エンチャントクリーチャー探っても2個か。うん。複数タイプの、複数タイプを持ってるトークンって多分、ないよな。その、いっぱい出る系で。エンチャントクリーチャートークンはあった気するけど。 あと、ま、ファクトクリーチャートークあると思うけど。あ、それかあれか。ま、あの、前へトークンとかはいいのか。霊気体とか探ると、ま、2個。一気に2カウント。ただ、もう1個はっと難しいな。ファクトクリーチャーは簡単だけど、他の、他のトークンとかは出せないから、ちょっと難しいけど、ただ、ま、タップするだけで3ドロー。しかも、3ゲーム結構強いんですよね。そう、EDH ってライフ40点あるんで、意外とね、その、あれって思うかもしんないけど、実は原因って結構強いんですよ。 もうね、ライフっていうのはまあ当然リソースなわけで、まあ、例えばさその代表的なカードで言うと森の<ん>森の戦術じゃなくてえっとシルバンライブラリーえっと森の<ん>あ森の知恵そうそうそう,そう森の知恵ですねそうそう,そう森知恵森知恵ってさまあその毎ターン2ドロー3ドローでできる代わりに まあ、2ドローしたら4点ルーズだし、3ドローしたら8点ルーズなんですよね。めちゃくちゃきつい。ライフなんて40点あっても、まあ、すぐに消えるんですよ、ね。マナークリプトもそうだし、あれもね、なんかまあ5ターンとかやったらさ、まあ、6ターンとかやったら平均9点くら、まあ、6点だったらまあそうね、3回らか9点からわけで、まあ、ライフはね、40点あるとはいえ、まあ、自分だけでも結構ね、ゴリゴリ削れるし、で、あと、意外とね、殴るんですよ、EDH。 まあ、22とか一緒しクリーチャーなんだけど、このまあ、殴ったらアドバンテージを得るとか、まあ、暇だったら殴るみたいなのが結構やっぱあるから、で、こういうさ、黒とか緑って、ライフをね、リソースに変換できるカードいっぱいあるんですよね。まあ、シルバンライムもそろそろだし、あとまあ、ネクロポーテンスもやっぱね、あれ1.1ドルだな、ああいうカードもある,あるわけなんで。で、まあ、リアリメイトのかもね、リアリメイトとかはマナを。 ライフでででるう感じで買うのらしいで結構いくらでもライフって使うんで黒や緑で使うデッキってまあ誰でもいい人間殴るんだったら、まあ、とりあえずそこ殴るかっていうふうになったりとかして実際4人3人間来るわけなんで40点のライフも気づけばねすぐに半分になったりするんですよね。まあ、っていうことでこのライフゲインできるっていう効果はまあマストじゃない別に今必死じゃないんだけどおまけでついている分にはすごい嬉しい効果。 ルーズも同じ理由で他のプレイヤーのアドバンテージが間接的に減ってくる可能性があるんでこのサンドローのおまけとしてはすごい強いから、まあ、この条件達成がまあめちゃくちゃきついけど一応このカード自体は結構すごい強いと思いますねうまいことを組めればかなり強,い強そうではあるただ3種類かな大体いいランナー避けそうだなこのカードはか <laughs> ファクトクリーチャー探って、最後の1個でうーん、何のかーみたいな感じでやり、やりそうなカード。うんまあ、当然、このカードも起こせるんで、まああのー、起こしていっぱい引こうねっていう感じなんですね、このカードね。まあ、千年霊薬とか使って、いっぱいカルヒでこう。まあ、で当然ね、まあそのアンタップすれば、てかそのカードを引けばパーマネントアプレイできるんで、まあ、チェイン結構したりするかもしれないね。 で、ベイン。神様ですね。ライフ半分以下だったら破壊不能を持つっていうのは、まあ、カの、今回の神の共通の、あれ。で、これでもないクリーチャーが死亡するたび、対戦やで1人を選び、そのプレイヤーはあなたが引くを選ばない限り戻す。うん、ああ、そのクリー、ハンドから、そのクリーチャーのタフネス以下のカードを出す。うん。 投げ。<長> <laughs> まあ、普通に考えると、ドロー、ドローしろって言われるんで、まあ、状況的にあれって言うんですけども、やべえやつがいて、<laughs> 頼む、ここにチケ打ってくれ。そしたらこのカードはプレイできるから、妨害できるぜっていう感じの、まあ、協力プレイするときに、機能するよっていう効果を持った、まあ、クリーチャー死んだらワンドローを持っているカードですね。<laughs> うん、あとはまあ一割かあのう、ー、んていうかあなたは1枚引くそうだよねその,そのプレイヤーはあなたは彼ら1枚引くんそうしてないんだなそのプレイヤーはそのプレイヤーがあなたじゃなくてあなたっていうのはベインのコントローラーだよねそうだよねうん だからまあ、そうよね。ら基本、クリーチャーが死んだらワンドローだよね。これ、自分が。はい。まあいいや、そういうカードですね。それはね <laughs> まあ一応ね、死亡時ワンドローのコマンダー、まあ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 、まあ、一応その無限作為って簡単にできるんで、例えば、え対戦相手が引くのえ、どういうことか対戦相手が引く、えそんなことある 対戦相手がカードを引かなかったら出す。そんなバカな。引くが。<laughs> そ、そ、そんなバカな。ご、500ではそれは。むしろじゃあ。あー、まあ、そうそうだ、ね、よ、そうだよねで。こっちが引くか出すか、どっちかっすよね。あそうそうそう。で、一応ね、その無限、無限作りで結構できるんで、でもそうなるとまあ、無限にプレイしようって言われるかもしんないから、だけど、 ま、さくり、そうだな。そしたらもう、無限にプレイしようで。あ、そっか、あれか。や、ダメじゃん、これ。えこれダメじゃん、これ。引くはマスじゃあ、あれえあれあのー、墓所のグールっていうカードとかがあったりして、で、墓所のグールと、あのー、ファイレクシャのク切レ台とか使うと、無あの、まあ、ね、ゾンビっていると、無限サキレファイスなんですよね。だ無限ストーム、無限墓地ストーム、ええー、まあ、無限サキレファイス、まあ、無限死亡。 とかなるんだけど、それだとだ何もしたいですね、これ、確かに。じゃあ、ゼロ、タフネステンクリーチャープレイしていいよって言われるのか。うーん、難しい。まあ、なんか、悪さはせずに使おう。<laughs> はい。で、えー、ベハル。これでも遠くにもないクリーチャーが死亡するたび、カウンターを置く。 カウンターは、一応、マラスみたいなカードで、なんか、アドバンテージに変換できるやつはおるけど、主にコマンダーが持ってるんでね、そういう効果って。ちょっと難しいか。あ、どうも、こんばんは。一応、カウンターが置かれた時に、ドローするカードとか、あとまあまあ、進化系統でさ、するやつとかいるんだけど、ちょっとまあ、あれも色々あってねえしな。難しそうだな。 カディラ。セントミを与えると、その、あなたがコントロールしているトークン一つにつき、ちいサギが出る三三。へぇー。へぇー。まあ、はとば、はとば出してから殴るとすごいみたいな <laughs>。<laughs> まあ、トークンデッキやな。まあ、三トランプルはまあ、結構ゃ通るんだけど、結構通るけど、 前準備が大変だしなまあ面白い系カードですねリアーラ追放からプレイする呪文のコストが X 軽くなる X は攻撃でプレイヤーの数に等しいあなたのアメリカの行く追放するへえ赤白ってさ、まあ、最近ちょっと改善してるんだけどあそうそうこれすいませんあのはい EDH 向けエキスパンションです で、そう、この赤白のカラー、赤白、赤白カラーのコマンダーって、これまでね、アドバンテージを取るっていう方向のカードが、マジでなくて、よくね、まあ、あのー、アッキーリみたいなカードがね、出てきて、ちょこちょここう、まあ、アドバンテージを取るようになってきたんだけど、こいつは結構もろにアドバンテージ取りますね。単純言うても、アタックサンドローガーからね、このカードは。なんで、結構、その、 こういう系統、まあ、赤白のコマンダーとしては、なかなか、ワンチャンあるより、まあ、あの、赤白を選ぶっていうことが、まあ、そ基本的にないんだ,よだけど、まあ、あまあ、一応、過去あんまなかった感じのカードですね。四項会議は、えっと、アルター・レイヴン・ガー大公爵あださ、これ四項会議さ、なんかあれっぽいね。あの、五体、五体牢っぽいなんかね、ちょっとね。ワンピースのあれ。 あ五老か <laughs> ちょっと一瞬あれ今思い浮かんだわこれ見てアルター・レイブン・ガード大公爵あなたのターンの検討開始に一体は速攻と無人を得るへえ無人っていうのはあのその無人持っているクリーチャーが殴ると他のプレイヤーつまり 4人戦の場合は対戦で3人いるんだけど、1人殴ったら他の2人に向けて、その殴ったクリーチャーのコピーが出るっていう、殴っているコピートークンが出るっていう効果ですね。例えば、えー、何があるかな。まあ、あ,あれでいいかまあいい、まあ、じゃあ知恵の蛇。まあ、知恵の蛇がアタックすると、まあ、3体に分裂して、三ドローしてくれるかもしれないっていう感じの効果ですね。 確かに、ウィノータ。ウィノータだとちょっとまあ、タイミング、あまあ、こっちのうかな。こっちそうだね。こっちの方はちょっとタイミングが若干、あれだからまあ、あれだけど、戦闘開始やからね。うん。でもまあ、生き残ったら強いし。こっちもそうか。こっちも両方とも、ね、タイミングが合わないからあれだけど、まあ、どっちもまあ、ワンチャンはある。で、えっ、ー、とそう。で、こっちはで、無人を付与する。まあ、速攻と無人を付与する効果だから、 例えば、五道とか。いや、五道はダメか。五道は、それで出しても何もしないか。あ、いやいや、というか、アタックで殴るか一応機能はするのか。五道パンチでなんか <laughs>、ねえ、ウェーみたいな。いやいや、違うか、うん五道は、ダメだ、死ぬわ。レジェンドだから。五道じゃダメだから。えー、っと、まあ、赤白だと、 なんかもう普通になんか通ったらドローする系とかなんかななんかすごい赤白のすごいやつなんかいるかな赤白でダメージ通したら、まあるいは殴った時にすごいことが起きるカード。何があるんだろうあ、そう、フェザーもそうっすね。フェザーもそう。うーん。タイタン <laughs> まあいや、ま、そうね。あの、ただね、あの、追加コンバット系ってね、3体殴っても、あんま入れるかな <laughs> 例えばさ、その、実用性の高いやつで言うとさ、あの、ハイ持ってるドラゴンとかもそうだと思うんだけど、大体なんかあいつらって、その他の最初のコンバットがついてることが、とかま、条件がついてることが多くて、ただただ無限、まあ、複数回のコンバットができるカードって、あるっけ まあなんかあんまりそうだね。人は無限コンボでよくしてるしな。まあ大体いけるか。そんな。なんか,なんかは多分あるね。大体。なんだっけ。玉座の技はわとかですかね。かあいつよく無限してるよね。どういうことあっけな、あいつ。各ターン最初に押すたび。一応そうね。このカードは、この玉座の技はまは、 で、あの、確かにこれ、あの、この効果って、あの、アタック状態で出る、出てくるから、一応ね、誘発は下技なんだよね。このアタックトリガーは。うん。も、ま、う、あ、これね、こういう、なんか、追加コンバット、アタック時に追加コンバットを得るとか、まあ、ダメージを与えた時にコンバットをるやつがするから。で、3体が、それでれ殴ってるから、一応こういう系統は、その、複数回戦闘フェス入れるし、で、複数回入れると当然、まあね、 もっかいもっかいっつって、追加コンバットが累積していくから、まあ結構すごい気はする。うん。けど、こい、まあこいつだったら、まあライフの制限があったりするんであれだけどね。まあなんかそういう、そういう系統のカードですね、やっぱやるとしたら。うん、まあ刺激しては…あ刺激じゃないや。えっ、ー、と、 無人自体はすごい強い効果なんで、まあ、それに限らずね、まあ、それこそやっぱタイタン系、三、まあ、タイタンとかそういう感じのさ、出、まあ、能力でアドバンテージを取るとか、アタック、まあ殴ったらアドバンテージを取るカードをコピーしても強いんで、まあ、なんか適当にそういうカードでやってもね、いいかもね。まあ、それこその、はとばの強化者とかね。で、ダイナヘール。 あの、<laughs> 千年霊薬の上能力を持っていて、で、タップで4万以上払う起動型能力をコピーする。4万払う起動型能力で言うと、なんかさっきちらって見てた、あー、すごい、さっきじゃねや、あれか。まあ、例えばね、えっ、ー、と、あんだっけ、なんとかのワンドっていうカードがあって、 4マナタップで相手のデッキトップをめくっていってそこにあるインスタントが操作りんそこにある、うん、インスタントが操作りをプレイできるっていうカードとか、まあ、結構4マナ起動のアドバンテージを取るカードっていうかまあワンチャン勝つ系のカードってちょこちょこあるんでまあ能力自体は面白い方がですねあそうそうコントンのワンドあれ結構好きなんですよね こ,っちこのコントンのワンドのほぼ、ほぼ上位版が出ました。<laughs> このエクスパーションでは。後で見るんだけど、赤いところにね、これ、ワンド・オブ・ワンダーっていう、これ、注目してますね。いい。コントンのワンドね、別に今、そんな強くないんだけど、楽しいんですよねっていう。<laughs> これコピーできます。で、まあいや、エルミンスターは、 まあ、えっ、ー、と、戦術を行うたび、次のインスタントかソーサリーが戦術の数値分だけ軽くなる。で、ワンドローしてスクラエイ2なんで、まあ、2マナ、テフェリーみたいなもんですね。ゴテフェリーみたいなもんで、ワンドロー、まあ変則的に2マナ浮き。で、このカードは一応直球で2マナ,2マナ浮くんで、 ま、コテフェよりも強いから置いといて、あの、瞬間的に使えるばな、ま、コテフェよりも増えますよね。で、マイラス3で、トップのカードを追放する。そのカードのコストに等しい1日のトークンを出す。うん。ん普通に構築。なんか、スタンダードに言ったら強そうだね、このカードね。まあね、軽、まあ、スクライの能力を活かしてめっちゃスクライしたいんだけど、 でもそスクライをねいっぱいする効果って今日重いんですよね、まあ、例えばその効率で言うと青のカードでスクライス3するっていうインスタントがあるんですよね、まあ、それとか使えば一応もう実質ダークリチャルになったりするんだけどまあねえ <laughs> うーんってや俺が知ってるのは一番のスクライス3かなもっとあるかなスクライ5とかあるかな 二ナで少ない5ぐらいあってもおかしない気がするけど。でも、少ないはないか。5枚見てはあれだっあるんだけど、それ戦術でだって言ったとあんまあ書いてないもんな、大体。まあいいや。まあ、まあ、はい。えー、授けるもの、グランチ。1人選ぶ。そのプレイヤーはクリシャべにカウンターを2個置く。そのプレイヤー選カウンター1枚引く。うーん、まあ大体自分が、 カードを引くなり、トレジャーに個くすなりして、他の人にアドバンテージ。うん。ゴライオン。出来事をコピーする。えこいつ、クローバーやん、お前。クローバー。クローバーがクリーチャー化した。なるほどね。ヤン・ヤンセン。うん、名前かっこいいね。 生きたクローバ <laughs> <laughs> ー。えっと、速攻を持っててファクトを、ファクトを削、ファクトを削、んファクトを池に下げて、トレジャーにぶらす。で、クリーチャーじゃないファクト削って、ああ<ー>あ、クリーチャー削ってとトレジャーに行こうか。はい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 。一応、まあ、 速攻を持ってる。まあ、ええー、と、うん。うんと、種ポケモンがあったら、まあ、無限アンタプセラーはまあ無限クリーチャーで、みたいな感じか。構築物、速攻は持ってないか。うん、トレジャーが出る。そう、一応ね、一人でも毎ターンこう、ちょこちょこできるんだけど、ちょっと難しそうだな。あんまりいいの思いつかねえな。 まああの <laughs> まあ、侵入警報とかあるけど、あれ、あの、侵入警報ってクリーチャーが出るたびに全部起こすってことなんだけど、これと合わせると、あの、2体出るんで、まあ、2回起きるから、侵入警報が場にあって、まあ、このカードをプレイすると、ちょ、まあ、あの、れる、一番最初のね、桜るものが1個あれば、無限マナになりますね。それで、バーって。なるけど、 侵入警報、青いんだよな <laughs> 赤。赤白黒でコンボできるかななんかありそうなんだけどな。パッと思いつかないですね。うんな,なんかできそう。<laughs> なんかできそうだが。いや、青い。大体青いんだよな、起こすカードって。無色はね、あの、重いんすよ。 重いからそ、マナをいっぱい出す方と合わせて無限するんだけど、まあそうするんだったらこの方不要なんですよね。んでちょっとうまいことなんかできないかな。ちなみに、まあファクトクリーチャーが出るとか、まあ、ファクトが出るっていうところで、なんかこうね、機能したらいいね。まああれかな、あの、えー、っと、いや、こいつファクトじゃねえわ。うん。えー、っとね、ファクトを2個寝かすと、ファクトを起こすっていうファクトがあって、 それと、まあ、2マナ出るマナファクトがあると、一応無限になるかな。1個咲く、あ、見だ。こいつ起きねえな。起きないからダメだ。うーん。やっぱり、あれが千年契約みたいな感じか。起こすマナリスがあると、で、一応、まあ、2回使うごとにえ、こいつは1マナ増えるんですよね。2回使うと、1マナと、11が増える。ので、ダメだ。 めっちゃ枚数いる。まあそうね、ファクト化して全長時計なのだやっぱり基本的にあ3枚、全長の時計もちょっとね、あのー、もう1枚必要って考えると3枚コンボ、まあまあこれコマンダーであっても2枚コンボだから、ちょっとまあ1枚コンボはないっすね。パッと、パッと思いつかないな。1枚コンボがあると結構あのー、基本的にどれもね、ワンチャン出るんですよ。この、いわゆる,る CEDH て言る世界でも、1枚コンボがあるコマンダーは、みんなね、 一を置,置かれるんですよね。本当にどんな見た目とかどんな色していても、俺は一枚コンボがあるんやぞって言えると、やるなって感じになるから、一枚コンボがねあるかどうかがすごい大事なんですよね。で、二枚コンボは結構ね、大体みんな、だ大体ですで、ね、結構持ってて、うん、っていうかまう二枚コンボってまあね、あの、オラクルタス二枚コンボなんで、まあはい。二枚コンボはね、まああるんですよ。誰,誰しも使える。 オラクルタッサしかり、まあ、バサルトブライス、まだ、あ、まナだからあれだけど、まあまあしっかりね、いろいろあるんで、一枚コンボ欲しいななとかちょっと思うんだけど、うん。まあいや、ありそうなカードだなとは思う。はい。で、えー、ジョンイ・イ・レ・ニカス。終了セップ開始時に、最大1っ手対象とする。

えこのクリーチャーは一気に下げられないを得る。一気に避けられない。まあ、なんとも、なんとも限定的な能力が出てるな、俺。一気に下げられない <laughs>。ブリンクはいいんかいっつって <laughs>。は, <laughs> はい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 。で、なんかね、自分のクリーチャー上げて殴られたら1枚引く。まあたいなんかあれだよね。でもシールスップ開始時か。 基本、デメリットクリーチャーを押し付けるやっぱりやりたいよね。例えば、あいつか、あの、えっと、あの、黒、あの、フォーグドネルムにいたデーモンね。6766で、えっ、ー、と、ドローステップにカードをドローできないっていう。てか、まあ、あなたがカードを引くたびに、そのカードを追放、裏向きで追放するかな。いや、あなたがカード代わりにか。代わりにそのカードを追放する、 で、えー、っと、黒黒黒を払うと、カードをめっちゃ引く。あとんだっけ悪 <laughs> 用するなよ、つって。まあ、初代ニコルくんあ、確かにすごいな、初代ニコル君。え、サクリファイアスのデメリット消えてる。なんだっけアスモデウスだっけテジそう、アーチフィンドアスモデウスだね。はい、これとかなんかいけない、いけないがあったっけ 黒マナが払えなかったら一応いけるから、こういうカードあげると、もうアドバンテージって感じやね。<laughs> そう、まあ、あげるには重すぎるけど、まあ、これとかニコル君とかそうだね。うん。うん、まあ、面白いですね。これ結構いいかな。これもうちょっと使ってみたい系のカードですね。 ア、まあ、スモデウスで。ニコルはね、このカードを困んないすると使えないんですよね。まあ、さすがにのこのカードすぐ、まあ全然思いつかないけど、まあ絶対なんかいるんで、こういう系の。デメリット持ってるクリーチャー無限にいるから、このマジックって世界。まあ、<laughs> デメリット持ちを入れ,入れまくって、上げまくるっていう、デッキを作りましょう。でしょ、大体ね、デメリット持ってるクリーチャーって、まあ大体でかいんですよね。 無駄にでかいんで、バカスカ殴ってくれるだろうし、多分見てて気分いいと思うんで、あの、これおすすめですね。このカードは、いや松本がおすすめする、えっと、トーストシャリージェンズトップ3があったら、多分入りますね、こいつは。これは相当気に入ったな、こいつ。いいな。ジョン入れニに、入れにかす。これは、みんな買いましょう。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと後で調べとこうか、この、このカードの相棒を。 レディーガガやんガガ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 攻撃するとガガガガガガとかねガガガ文庫ってありますねお、ガ難のガガガ早速いいの。なんかですねガガ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 ガ難のガガガ m ガ g 20755トランプルあでもこれ色が色が青黒じゃないんですよねちょっと,ょっと惜しいなって言ってでガガガガガガ殴るとターン終了時これは摂取を持って2枚削るであなたが1回このターンにデッキから墓地に置かれたカードから土地かパーマネントをプレイできるうーんまあんこもなしねはい 高レスさ。あなたはライバルのメニュから見ても良い。あなたは一応上からドラゴン呪文を取れても良い。はい。はい。はい。うん。ローザン。ドラゴン呪文。マハティ。あなたの終了ステップか。まあそうか。<laughs> この効果さ。 あのねクリーチャーが死亡するたびトレジャーだったら結構すごいんだけどねもう無限マナの申し子み,みたいな感じなんだけど残念ながらそうはならなかったまあケアられてるかさすがにオーラがついてるクリーチャーが殴るとトランプルドプラニペゼルでオーラが戦場から墓地に置かれるたび追放してプレイしても良いは なんかコンボしそう。なんか、いや、あれな、何か全く思いつかないけど、オーラか。いや、オーラで学ぶカラー何があったっけな。オーラなぁ。いや、サクって学ぶカラーないんだよな、確か。いや、なんか、自分のパーマネントをサクることはやっぱ基本ないから、なんかさ、うーん、なんかある、なんかできると思うんだけど、色もね、大体この,このカラーにあったと思うんだよね。いや、なんだっけ、いや。 いやもう何も体がもう具体的に思い浮かばないけど多分こいつは無限あります。はい、な,んなんかある。<laughs> <laughs> <laughs> なんかできそうなんで多分できます。はい、で、えっと、ミリム。トークンでもこれまでもドラゴン一体が出るたびそのドラゴンが伝説だってもう伝説でないことを除きそれのコピーでクイッチトークンを出す。ん ドラゴンが出るたびへぇ666ドラゴンが出るたびか <laughs> ドラゴンかあティアマトデッキいいっすね確かにドラゴン1枚コンボない うん <laughs>。ドラゴンか。ドラゴンじゃなかったら無限になりそうなんだけどな。いや、まあ、あれか。<laughs> 一周移一植一一とかそういうの使って、あの、部族を全部ドラゴンに変更すると、まあ、めちゃくちゃ簡単に無限にしますね。例えばね、あの、ニヤニヤ笑う逃げるスプレーすると、もう簡単に無限バランスしてるそういう感じで、まあ、無限にするかカードはいかでもあるんだけど、 部族を変えればねドラゴンだと、ドラゴン大体ね、そういうね、個数無限したいんだよな。なんかその、大味なんすよ、やっぱドラゴンって。その、まあ、アドバンテージをめっちゃ取るとかはあると思うんだけど、あ帰ってきて、やの翼で無限。はい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 。ドラゴンリアにか。 刃の翼で。ドラゴンパーマネントを返す。あ、ワールドゴージャー。確かに。ワールドゴージャー。ん待って、ワールドゴージャーって止まるそれ。リアニメーターは止めれるけどさ、ワールドゴージャーって止まんなくないえ待って、ワールドゴージャープレイするでしょ誘発スタックで。あれ待って、ゴージャーあかんくないあいけるか。誘発スタックで先に追放する選んで、ゴージャーコピーが出る。 ゴージャーコピーが解決して、ゴージャー本体が消えて、全部帰ってくる。あれは終わりじゃねそれ。んゴージャーはいけるいけるかんで、ワールドゴージャープレイでしょで、ワールドゴージャー以外の全から追放するがスタックに乗ります。コピーを出すがスタックに乗ります。で、まあ、コピーが先であかんから先に他全部追放して、 ゴーージャにに追放された後にコピートークンが出てきて、コピートークンでゴージャー追放して、パーマネントは帰ってきて、止まる。止まるな、そこで。逆だとダメだよな。んだから先にコピー出してあいいの、コピーで全部追放してから、ゴージャー本体の解決して、あ、いけるか。いける、いけるわ、いける。そうだね。ワールドゴージャーの 全追放をスタックに乗ってる状態でコピートークンを出して、で、コピートークンの方を先に解決して、ゴージャーごと全部吹っ飛ばして、で、まずゴージャーの返す能力が、まあ、誘発し何も返ってきませんでした。で、その後、ゴージャーの全追放が入って、コピートークンが吹っ飛んで、ゴージャーが返、コピートークンの効果によって、ゴージャー本体と全部パーメネント返ってきて、で、 ゴージャーの効果が、ゴージャーの効果とミールが誘発してて、ね、そ無限になるね。そうね、無限になって、まあ一番最後、そうじゃ、これ逆,逆でいいから、一番最後にコピートークン、全追放から、まあ、本体のコピー、本体の全追放から行けば、コピートークンが残った状態で、盤面返ってくる。おー、すごい。 ゴージャーいけますね。ミリム、ミリムゴージャーで無限マナとか、無限マナ等々ですね。ワールドゴージャーはいいな。一応、一応まあね、重いとはいえ一枚コンボですからね。これはいい。色も完璧ですね。じゃあ、とりあえずそれで、つって <laughs>。問題は、 無限マナでも勝てないってところなんで、まあ、実質、一応ね、まあ、その無限マナプラス、まあ、その CIP のね、アドバンテージの人がいたら、まあ、その無限な結構、その、勝つ条件はすごい緩いんだけど、一応、厳密には二枚コンボじゃないところも一応あ、あるのかな。まあ厳密にはね。まあ、大体何でも勝つだろうけど。うん。いや、いい、いい。はい。ミンスクとトゥー。これは、あれだよね、高知県向のカードですね。 ミンタラ誤報 X。経験カウンターで終了ステップに戦場が離れていたら1個得る。うん。はい。骨の王、マークール。かっこいいな。あなたがコントロールしていてトークンでもコントロールしたそれを追放してもいい。 エンチャントでありそれ以外の全てのカメラに失うことを除きへえんあエンチャントになるからあれが能力だけ持っててはい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 そのクリーチャーであるっていう特性が消えるから、まあ、サイズが全部消えるけど能力だけを持ったコピートークンが出てくる面白いへえまああのアタックした時とかっていう効果は全部意味なくなるけど 例えばタップ能力とかは残ってるし、エンチャントのタップ能力珍しいよね。タップ能力とか、まあまあ、誘発型は全部残ってるから、まあ、例えばね、ロフラスみたいなカードがね、こう、めっちゃ安全に学んだりもできるし、シアピね、まあ、あの、再利用してもいいし、でまあ、これは結構普通に汎用的に強いですね。 まあ能力の性質上、無限は頭あ,あんま起きないけど、まあ、エンチャントである特性とか生かさない限りは、あんまりまあ無限にね、まあ、する必要性もないというかあれだけど、まあ、うん。まあ、7マナだけあってアドバンテージの取り方はいいですね。ドバ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 ーって。これはまあ面白い。まあクール。まあアブザンっていうのもね、まあ、うん。弱くはない。弱くは。暴走魔法の使い手、ミイラ。 はい、呪文プレイすると、それをそこに置いてもいい。そうすると、上から順々にめくっていって、えー、そのめくった土地でないカードが、まあ、土地でないカードが出るまでめくっていって、それをプレイしてもいいってですね。まさに俗称。まあ、マナコストとはない俗称ですね。ができるよっていう。ただ、この能力は一旦に一回だけっていう。結構、まあ、あの、いい効果なんだけど、これ一応ね、 あのあのっけまああの後々見るなんちゃらかんちゃらの子猫の効果と合わせると無限ストームで勝ったりします、はい、一応このカードねあの1ターンに1回で制限があるんであんまり無限にしたいんだけど V リンクとかできるといっぱいできるんで、まあ、そういうカードと合,合わせればね一応無限ストームから、まあ、最終的に青若だったら武道,武道団で勝ったりしますね で、えっ、ー、と、9本指のキーね。5本、9点ライフ。いいね。9本指だから、9。もう、シンプル。9 <laughs> <laughs> 本指ってどういうことかね。指が1本欠けてるってこと。つまり、これあ。小指がないだから、これ、もしかしてそういうことか。はいで、プレイヤーにダメージを与えるたび、9枚見て、門を出す。あ門。 モンクリーチャーね。はい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 。モンデッキのお供だけど、どうせモンデッキはこういうカード使わないんだよな。使わないこともないか。いや、モンデッキのカードはさ、いやでも1割か。今は色はいけるのか青黒緑でももう10種類ある無色、バルターズゲート、黒緑白、青黒青緑、いや無理じゃね。7種類でしょ、まだもう。 7種類。あ、で、一応あれか。えっ、ー、と、まあ、全色門があるから8種類。門ってそれで8種類。あ、んそうだ、ね、無色門、5えっ、ー、と、多色門、5色門、青黒緑3色の組み合わせで、10色ないよね。これ。な、門デッキならずか、これ。あと、一応2種類あればいけるから、なんかあるかまあ、他にもある。あ じゃあ一応何かあるのかな ?10 種ある。十種ある。ああ、じゃあ一応いけるか、ギリギリ。ギリ、ギリいけそうじゃあ。じゃあ、<laughs> ゃあそれで <laughs>。そのコマンダーにしとこう。で、一応青黒緑の組み合わせがあったら、まあ、うんなん、赤は欲しかった気するけど、いけたっけ まあ一応風景の変容とか、まあ、別に今マストじゃないからな。変容は別にまあ、あだし別にまあ、まあ、ゆっくりできますいいか。まあ、はい。じゃあ、もんでっきで、おじ。おじが出ると、電源2スくらい。おじは2が好きなんだね。二つ目の呪文を唱び、ブリンク。おブリンクはいいけど、二つ目か。 最大一体か、はい。え、いいな。この、ゴアガッツタンのラッカドラッカって名前なんかちょっといいな。あ、これ人間なんだ、これ。人間、イノシシ。えー、どういうことこれ。キメラ、なのか人間とイノシシの組み合わせとかでもなく人間とイノシシのアイノってことえー、マナ能力を持つクリーチャーがパニオパニオを持つ。

中二やん、これ。いいな。ラファエルラファエルっていうさ、名称で、これは、なかなかいいセンスしてるな。いいな。これちょっと、中二心が、中二心がくつぐ,ぐられますね。こいつは。で、インプやデーモンやディ,ディーフリングやデベル、うん、のロードとはは、プライチとハンコン。で、終了ステップに、 クリーチャーが墓地に置かれていた場合、デビルを出す。え。<laughs> EDH 向けのカードじゃねえな、こいつ。普通のエキスパンションにいそうなカードだよ、これなんかね。なんか普通にフォーゴトネルムにいそう、こいつ。で、リルサレールが出たときに、イニシアチブ、あ、イニシアチブ、はい。5マナ25を接しイニシアチブで、 殴るたび、それは摂取を持って、ダンジョンを踏破していると、5 0ロ0先生。うん。あマリーサだ。<laughs> これはもう2枚コンボありますからね。もうレイムと合わせて並べれば、コンボ完成。あなたがオーナーでない、地元となるたびに、33のデーモンを出す。1枚引く。 各対戦相手にん、ん対戦相手、読めない。各対戦相手につき、それぞれ、そのプレイヤーの墓地にあり、インスタントやフォーーで放送される感じだよ。追放してページカウンターを置く。で、マイナス3でページ2。今、プライ、最初はマイナス3も、って夫ないの、こいつ。はいはいはい。まあ、錠剤を持ってるからって感じね。で、プライチからマイナス、まあ、3使うと、 一応、呪文が打てるよっていうか。はいはいはい。うーんなるほど。スラッカス。ターン終了時に、ドラゴンのパワーを、んあ、ターン終了時まで倍にする。はい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 。<laughs> いいなあ。倍にするはまあいいね、はい。あ、各ドラゴンすごいじゃん。ドラゴンデッキでこれ殴ったらもう勝ちでしょ、これ。 エレメンタルの流刑者、ゼウロア2マナタップ。このターンであなたが単一の対戦相手か、たいんあなた、あなたが単一の対戦相手か、対戦相手がコントロールして対戦パーマネントを対象として呪文プレイしている。呪文を次にプレイすると、各対戦相手につきコピー。あー、なるほど。まあ、ディレスを打ったら3人にディレス行くよっていうのね。 カードで言うと、何インスタントかソーサリーか。基本やっぱりパクるカードとかがね、そのまあ分かりやすいけど、インスタントやソーサリーあんまパクんないんだよな。やっぱ大体エンチャントが多くて。で、インスタントやソーサリーパクるカードって、まあ、もそもそもね、3人からパクるカードとか使ってるから、単一から奪うってあんまないんですよね。まああんまないっていうか、その強く使えるカードがあんまなくて、 最悪の恐怖 <laughs> まあ確かにそのプレイヤー対象する方が大体いいかうん2マのタップそうね大体のカードがねその各対戦相手を対象とするカードとかしか使ってないからあんまりこれパッと思いつかないよね過去調べたことがない効果だからあんまり 単一の対戦相手対象とするカードでコピーしはつい効果っていうのをあんまり意識してないからちょっとこれ分かんないですねまあ大体なんかあるけどねさすがにまあ無理なればなってねその相手がワンディスカーのして自分がワンドローするっていう効果まあ基本これまあちょっと重い重い効果であるけどそういう効果のスペルで打てればに2マナであってもおかしくはまああんまおかしいなうんうん 2マラタップだからね。ちょっとまあそれで3ドローできるとかあるけど。いやー、むずいね。ネオカカ川の4シンボルのやつ。あー、黒黒黒黒か。はい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 。あれだと、確かにまあ3、まあまあ、そうね。重い。7マナまあまあ何かあるでしょって感じだね。こいつは。はい。パッと思い浮かばない。で、これはちょっとドラフト用のやつか。 はい、でまあここまで見てったけどまだめっちゃあるんだよな <laughs> 単色のカードもっと雑に雑にいくかでここから単縮見ていきます、はい、エイドリアン <laughs> 名前いいなもうエイドリアンって名前だけでもう好きになっちゃうこのカードエイドリアンゴライオンのゴライオンの容姿エイドリアンってもう名前がごついよなこいつ ゴライオン、エイドリアンって、もうこの、この名前の並びでもうさ、相当強そうじゃん、こいつ。で、ゴライオン、エイドリアンが出たときに、土地でもこれまでパーマネントを追放する、その分だけ11を選ぶ。で、背景選択、そう。この背景選択結構いいんですよね。この背景選択って、あの、共闘、まあ限定的な共闘だから、まあ、昔あったさ、ほら、 丸々との共闘みたいな感じのアシャなんだけど、このね、えっ、ー、と、背景選択は、結構その D&D 的なフレーバーをすごい踏襲してて、これかなりね、いいデザインだなと思ってますね。で、えっ、ー、とね、D&D って、えっ、ー、と、ま、今日 TRPG 共通なんだけど、キャラクターをね、まず作るんですよ。ゲームの一番最初ね。そのゲームの準備段階で、自分が使う自分の分身であるキャラクターを制作するんですよね。まあ、RPG で言えば主人公を選ぶ。 うようなもんなもんだけど TLPG でキャラクター作る時って、まあ、名前とかキャラクターの名前とか、まあ、職業クラスとか、まあ、性別選ぶんだけどその中にこのどういういのその決め方は結構ゲーム違うんだけど例えばそのねその、まあ、ただとあるゲームではダイスを振ってダイスの目によって、まあ、組み合わせた組み合わせた背景を持って生まいれるとかがあって。 D&D は、ね、経験ないんでしょうわかんないけど、まあ、多分同じような感じであるはずででそうこの背景選択っていうのはこのこの,このエイドリアンがどういう生い立ちで、まあ、人生を生きてきたか生まれたかっていうものを、まあ、その選ぶものですねで無れとしてはどっかでしょこれあこれだねはい「燃える拳」これにちょっと背景が悪いでいね違法人いい、ね、違法人 多分これフレーバーなのこれ。君は海を越え山を越え様々な場所,を旅場所に旅をしてきた,け,旅をしてきたけれどいつだって新たな旅が君を呼ぶっていう異邦人の背景を持ったエイドリアンっていう感じなんですよね。だその多分この TRPG TR っていうのはまあいろんな楽しみ方があるんだけどその中でまあそのロールプレイがやっぱあるわけで,でロールプレイする中でこのエイドリアンっていうキャラクターはまあそのまあ 旅が大好きであるとか、まあ、あるいは追放され、まあ、故郷を追放されて、まあ、旅をし,してきたとか、その異法人っていうフレーバーをさら、まあ、に広げてキャラクターを作るっていう感じですね。っていうものでこう遊んでいくみたいな感じの、まあ、やつですね。なんで、まあ、このこの背景選択ってのはすごいいいなと思いました。はい。でもカードは使わないです。で、インシャントゴールドドラゴン。 このね、えーと、めちゃくちゃ重いカードが、プレイヤーにダメージを通したらどうこうっていうのは、普通だったらまずまあ、まず全く持って使うことはないんだけど、使うことがあるやつがちょこちょこいるんですね。例えばなんだけど、一番ね、有名どころで言うと、カーリアっていう、でかいドラゴン、でかいデーモン、でかい天使といえばっていうぐらいもう、その、代名詞になってるカードで、偉大なるカーリア、はい。 こいつが殴るたびにハンドから天使かデーモンかドラゴンを出す。アタック状態で出すっていうね。カードで。まあこういうカード。ちなみにこのカリアっていうのはまあこれ以外にも。あこのカーリア以外にもね。例えばそのオリビアとかさ。あとはそのまあまあスニーカーだかちょっかしてもあれだけどまあまあオリビアとかそういうやつだね。うん、そのまあアタック状態でリアにするとか。 まあ出すっていうカードがあるんで、まあそういうカードと組み合わせてプレイするようなカードだと思いますと。で、このね、まあ遠くにいっぱい出すは言うてまあそれだとあんまりなんだけど、例えば赤いドラゴンとかだとね、まあ、いろいろ起きるよっていうことで、はい。白いドラゴンはまあかなりカジュアル方面だと思うけど、ただまあね、そのさすがに、えっと、こういうカード出れば強いんで、 まあ出すデッキもまあ全然あり得る。そのまあ、それもまあ、そのすごい強いじゃないんだけど、例えばアニマのメイエルみたいな、そういうね。アニマのメイエルみたいな、その踏み倒すデッキってやっぱあるんですよ、まあまあガチ。あんまガチじゃないんだけど、えー、8マナタップで5枚見て、パワー5以上のクリーチャーを出すっていうような、まあこういうさ、 他にも、そのね、ハンドから踏み出すレジェンドでもいるし、えっと、まあ、まあ、リアに、普通にリアリにするカードもあるんだけど、まあ、そういった、でかいクリーチャーを踏み倒すデッキで使う分には、多分、まあ、いいカードかなとは思いますね。はい。で、文書管理これが、まあ、多分今回の、まあ、トップリアではないけど、まあ、でもトップリアかな。一応、そうね。このエキスパンションの。まあ、このカードは、まあ、めちゃくちゃ強いってほどではないとは思うんだけど、 むしろね、その、めちゃくちゃ強くないからこそいいカードですね、これは。どういうことかっていうと、あの、過去ね、この系、まあ、こういう系といろんなカードがあって、で、まあ、自分がアドバンテージを得るっていうカードで言うと、まあ、一番有名なのはね、この、敵対工作員があるわけなんですけれども、えこのカードはですね、まあまりにも効果が強烈すぎる。えっと、対戦相手がカードを探す際に、 このカードが場にいると、代わりに自分が自分のデッキから探して、それを、あ、相手のデッキからそ代わりに探して、そのカードを自分がプレイできるっていう、まあ、結構すごい効果を持ってて、で、すごすぎるがゆえに、まあ、このカードは俊足持ってるんで、相手が例えばフェッチを切りますって言って、スタックで、まあ、フェッチはダメだな。あれ、2だから。あれ、フェッチはね、探すか、探すか。まあ、まあ、フェッチ切りますスタックで、まあ、これをプレイすると、 相手のランドを1枚、まあ、条件に合致するカードなんで、まあ、例えばそのデュアランデュアランを1枚スッて持ってきてプレイしますっていうふうにできちゃうんですねあでもこれ一応もうプレイか、ね、できるねはいなんだけどできちゃうができちゃうっていうのはあまりにも強すぎるし探す側も発言損しすぎるんでこのカードが場にいると全部打たないんですよ誰もがね全部その溜め込むで このカードがどいてからプレイすするんですよなんでこのカードって、この妨害カードとして結構すごいんだけど、出してプレイヤーからするとね、実はあんまり嬉しくないんですよね。まあ最初のね、瞬足でプレイしてアドバンテージ取れればいいんだけど、まあそこをかわされちゃったりとかすると、まあそのプレイして探します、スタックなんかそのまあ自分でカウンターするとか、まあ、探さ、選べる場合とかもそうだね。そのもう フェッチする際に探さないことを選べるこのカードだったりすると、もう、まあ、そんなにプレイしないかもしれないけど、まあ、一応ま、まあ、その、出しづらいって意味でね、まあけ、結構ね、扱いづらいカードなんですよ、このカードって。で、一方、このカードは、なんなら別にエンングプレイしていいんですよ、このカードは。だって、その、このカードはい,いてもさ、このフェッチを切るプレイヤーは、まあ、損しないんですよね。まあ、対戦相手3人のうち1人がカードを引くけど、でも、まあ、自分がフェッチを切ってランドを伸ばすのが大事なんで、 フェッチはまあ温存するって話もあるんだけど、一応ね。まあちょっと、ちょっと温存するけど、でもこのターンといえばさ、例えば2ターン目もこのカードプレイされてで、3ターン目にフェッチ切ってサマナのプレインザーとコマンダーをプレイしたいっていう人間が我慢絶対しないんで、で、このカードは妨害としては別に強くないんだけど、まあ強くないがゆえにですね、もうこのカードは見逃されるんですよね。で、除去に関しても、まあでもそんなに引くわけじゃねえしな、っつって。<laughs> 基本的にね、EDA 社の除去って重いんですよ重いいや。価値が重いんですよね。受去はみんな入ってるし、いっぱい、いっぱい、その、まあ、いっぱい、まあ、そことこで出来入ってるんで、だいたい誰かが除を持ってるんだけど、わざわざその貴重な除去をこれ打たないんですよね。なぜならば、さっきの工作員とか、まあその他でもね、残ったら勝つみたいなやばいカードいく,らでもいくらでもあるんで、こんなんに打ったら、もういくらでも授業足りないんですよね。っていう話があり、このカードは、ヘイトが低く、 そこそこ弾けるっていう有料カードです。はい。そう。まあ、いっか系のカードなんでね。まあ、いっか系のカードがやっぱ大事なんだよね。やっぱそう、いその、他人数戦の対人戦なんで、そう。まあ、いっかって思われるパワーが大事。低くはな、ね、い状況によるね。フェッチみんな持ちまくって言って私あ,あれだけど、でも、ね、やっぱね、他人がフェッチ持ってって分かんないんだよね。分かんないから、まあ、 めちゃくちゃフィッチ持ってる人がいるかもしんないけど、でもさ、その、そのね、その、3人相手って考えるといっぱいあるかもしんないんだけど、これにさ、除去を打つ人間がどんなだけいるかって話なんですよね。だってさ、自分が除去を打ったら、損すのは自分なんですよ、これ。あ、そうそうそう、それ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 ,それ。除去を打つ場合は、打つ人間が損する。こ,のこれをプレイした人間も損する。で、他の2人は損しないんですよね。 でも自分がフェッチ切っても、まあ、1枚しかない場合って、除去を打たない、打たないからにフェッチ切ったら、アドバンテージ的には自分がまあ損せずに、相手がプライチっていう、このほら、自分が損して相手を弱くするか、自分は失わずに相手が一得するかって、なんていうかその差し、差し引きで言うとさ、あの、得なんすよ、打たない方が。自分的にもほらし、その、他カ2人のプレイヤーが得す、まあ、相対的得するってことは、この、 が基本不利になんですゲーム的には、ね、まあもちろんこれが複数回その誘発するおそれがあるから実際違うんだけどただその自分が知ってる情報的にはね自分が知ってる情報的にはあの除去ったら損するはずってなるからだから「<laughs> 誰か除去してくれ!」って叫,叫んでるんだけどみんなが叫んでるんだけど誰も除去んないですよこのカードは <laughs> なぜなら除去んないのが正解なはずだからそのプレイヤーからしたら。 だから除去るっていうのはもういや実は俺がいっぱい持ってて除去持ってないんですお願いしますみたいなそういうねやり取りが必要。ででもその場合でさじゃあお前がフェッチ切んなよってなっちゃうからその。<laughs> だからねこのカードはそのなんていうかあの他のねこういう白の置物ですごい影響を及ぼすから違ってまあどんぐらいドローするかも不確定だしい あのー、インパクトも薄い、まあ、その、ほのすごいやつと比べると薄いんだけど、実際、カード引く枚数も、まあ、リスケンとか比べるとね、その最速,た最速に出てくるリスケンとか比べると、絶対的に少ないはずなんだけど、まあ、言うて3ドロー、4ドローぐらいはしてもおかしくなくて、で、残りやすいっていうね、なんか、すごいいいヤンバのカードなんですよね。大体いい多分強いです、このカードは。だから、大体強いはず。 大体強いに多分このカードはほぼみんな積むんじゃないかな白いデッキは。と思っています。まあ3ドローぐらいするやろうっつってね。であと一応ね大事な話がもう1個あって、まあ、先生このカード限らない話だね。あの e d 値ってブロッカーがめちゃくちゃ大事なんですよ。まああのいろんなね やばいコマンダーがいるんだけどやばいコマンダーがね結構ね共通して持つ共通っていうかやばいコマンダーの一部が持つ能力として、はい、例えばこいつ降り手のティムナはいえー、このターンにあなたが戦闘ダメージを与えたプレイヤーの数に等しい枚数を、えー、引くっていう効果を持ったコマンダーですね まあこれに限らずね、エドリックもそうだし、あとレジーナみたいなそういうね、まあ殴ることで勝つ効果を持ったやつもいたりとかして、でそういうデッキってね、まあその殴る、プレイヤーを殴ってアドバンテージを取るデッキなんだけど、そういうデッキのクリーチャーって基本弱いんですよ。11とかせいぜい22っていう細かいクリーチャーをいっぱい入れて、マナクリとかね、ママナナクリマナクリとかいっぱい入れて、空いてる盤面の人を殴る。で、そこでアドバンテージを取るっていう動きをするんで、まあ、 1> 最悪1位にしてもいいからとりあえずブロッカーがないとあかんんすよ。っていうこの22のブロッカーがフラッシュで出るっていうのは実はそういう点でも結構偉いんですね。だから置物の能力としてあるのはもちろんねエンチャントの方が基本は残るんでエンチャントの方が嬉しいんだけどでも22サイズのクリーチャーがこの効果を持ってるっていうのもすごい大事なんでそういう意味でもこのカードは価値があります。 まあ、ティムノ的には殴れる、殴れるクリーチャーで価値があるし、ティムノを使わないの敵からすると、それをブロックできるクリーチャーとして価値があるということなんで、まあ、こういう、こういうクリーチャーは、まあ、大事だし、入れた方が多分いいですっていう、はい、ことですね。まあ、ちなみにお値段はわーわーお。5,500円。<laughs> まあ、高そうですね。はい。<laughs> 多分ね、白いデッキ多分ほぼ全部入る。大体多分入ると思う、このカード、このカードは。ノンクリーチャーデッキは当然入んないけど、まあ、クリーチャーが普通に入って問題ないデッキだったら、入れ得だと思うけどね、このカードは。うーん、さすがにね、入れ得入れ得。別にまあ、弱くないからね、別に。そのなんかまあ、引けないことは当然ある,あるし、後半弱いから、弱いから、まあ、その、もちろんまあ、入れない選択肢はあるんだけど、選択肢はあるけどさ、まあ、なんていうかその、 これ結構ね、選択肢としたら薄切りなんだよね。まあね、初手になったら強いからね、このカード。まずね、EDH ってさ、そのフェッチランドは基本10枚入る環境だから、まあ10枚だまあ、まあ、あ7枚とか8枚とか入る環境なんで、で、フェッチがあって、チューターがあってで、それが3人いるわけで、で、まあ、フェッチは当然、まあ、早いタンに切ることも多いけど、これ2ナのカードなんで、ワンチャンインターメン出るしね、っていうカードだから、 先手一旦ったにプレイしたらね、さすがにまあ3ドローは絶対するから。っていう点でまあ、はい。やっぱり基本は入ると思う。ただまあ、このカードが強すぎるがないっていう感じだと思うけどね、うん。なんかまあ、言うても大体2ドローぐらいで終わると思うしな。その普通にめためにポンってプレイするんだったら多分2ドローぐらいで。まあなんか、まあもちろんその、一生のことはもっと引く,引くんだけど、うんまあ、大体そんぐらいでどっかでまあね、前受共に巻き込まれて死んだとかすると思うから。 はいっていうでえー、っと長くなったけど次いって全てのカードを戻す、えー、白白白でああ X5 とかで打つと8までプレイすると5万ナ以下の X5 は重すぎるからまああんなら0でプレイしたい、ね、このカードね0万のカードをバッて戻したいですねこのカード思いつかんはい アストラル対決。対戦相手一人につき。ああ、ニマナクリーチャー追放なんだ、これ。へえ。へーすごいじゃん。2マナはちょっと重いけど、一応は無条件だと結構ね。言うても、まあ、まあ、偉いっすね。えあなたが <laughs>、こういあーこの一文見えなかったわ。 これ,ワンチャンこれたまにさ入り位チですたまにあるその人数が合わないと5人でやることあるんですよたまにねだからその5人の時にこれ使ったら強えなーとか思ってたらそっか <laughs> <laughs> そっかつっていや5人戦なら総プロ超えたかーとか思って <laughs> はいえー、はいマニッシュメントこれはいいか ディアの戦天使。プレイヤーにダメージを与える旅。他のプレイヤーよりも多くの反動を持っていたら1枚引く。他のプレイヤーよりも土地を持っているとトレジャーを1個出す。他のプレイヤーも多くのナイフを持っていたら3点ゲイン。まあ、つまり、あ無人、ああ、無人があるから自分が全部一番低い場合だと、ワンドロー。3点ゲイン、トレジャー1個。 まあ、それ自体は結構強い。まあ、ちょ、無人持ってる、本場なぁ、かうん。うん。これ、多いだからさ、同士の場合、ダメだよね。ハンドって結構ね、被りやすくてさ、その、れ結構弾けない、弾けないんちゃうこれ。 土地も結構出せないんちゃうこれ。多くの多くの最大じゃなくて多くの。多くのって日本語で表すと、つまり <laughs>、つまり最大ではないっていこと。まあ、最大というかまあ、最下位じゃなかったんじゃなくていうかうん。最下位ではないではなく、他のプレイヤーよりも多いっていこと、つまり。 <laughs> つまりつまり引けず原因原因は多分するけど引きやなくて遠くンが出ないってことこいつはもしかしてもしかしてなんですけどこのカードそっかそうかはい、えー、ヒポグリフはい2マナでダイス D20 振るとヤギが はいはい。クリーチャー追放して、2マラか。休息混戦みたいな、あれだけどね。2マラは重いんだよな。クリスタルドラゴン。出来事2マラで、ファクトエンチャントを回収。結構いいね。各対戦相手は1枚引く。対戦相手先生一1枚引く。ああ一応3マラ3ドローか、これ。へー。 まあこれはいいんじゃないですか別に。うん。いいカード。まあ黒にさ4マラでさ、えっ、ー、とね、各対戦相手は反動1枚捨てる。で、その対戦相手が捨てた枚数に等しい枚数を引くっていう、それ4マラで相手3ハンドです自分3ドローっていうカードがあるんですよ。まあそのカード、なんか逆版だよね。軽い代わりに。まあ3マラの方がやっぱ基本強いからね。 いいと思います、まあ、使いうるこれは結構使いうるねこのカードはでエリンハー・ハーブリーズ上にあるカードいくつあ読ます、ね、カードを生成した遠くに等しいうんトレジャー2個出すと2枚見てワンドローみたいな感じかうん 毎ターンーンントク1個出すとあれ背景選択でトークン出すものと組み合わせる感じだろうな。はい。違法人。あなたの終了セップに、タップ状態クリーチャーを追放して戻すへー。あー、なるほど。うん。ダブストを持つ。あ、ダブストの方はワンチャンあるね、なんか、投げりコマンダーにやっぱね、こういうの合ってるよね。 なんか背景で燃えるこぼしってあんまり意味わかんないけど。あ、はいはいはい。バルターズゲートの安全は君にかかっている。そして君は、その責任を喜んで受け,受け入れている。なるほどね。あのー、なんていうか、理想というか使命に燃えるこぼしってことか。はいはいはい。燃えるこぼし、も燃えるこぼしの士官。この人の部下ってことあなたがコントロールして、これでないクリー一体が跳ねたび、士かが簡単にこうックく。はいはい。 うん。2、7、8、5マナ。2マナ。うん。3マナ、ディッチャ。はい。まれはリミテカードだね。無人。3マナ、3、3、無人で。殴るたび、タップする。まあ、うん、リミテカード。リミテカード。リミテ。背景。クリーチャートークンがプラス2を修正を受ける。うん。 あなたがコントロールしているクリーチャーやプレインズウォーカーのうち一体やあなた自身に1個以上のカウンターを置くならそのパーマネントやプレイヤーにんあなたがあなたがコントロールしているクリーチャーやプレインズウォーカーのうち一体やあなたが自身に巻きつき、巻きつき蛇白の蛇で背景選択ねはいはいはい 4マナで、全てのクリーチター追放して、ダイスが20以上だと2回ブリンク。はい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 。あるね。うん。面白い。<laughs> 全クリーチャーが無人を持つ。これはいいな。エンチャントはね、結構ズルできるんですよ。例えば、あのー、アカデミーの学長もそうだし、 えー、そうだし、学長、主に学長かな。はい。学長はちょっと勝てるカードが多いからあれだけど、まあでもまあ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 、これもまあ、さすがに結構勝つでしょ。無人。全、全無人はさ、すごいからね。殴りコマンダーで使ってもいいけど、まあ例えばさ、ね、あのー、ね、タイタン。<laughs> タイタンは入ってもあれだけどさ、なんかまあ、アタック時にね、まあアドバンテージを取るカードがか、まあ複数枚入ったデッキとかね。 でこうオラってやったらもううわーってなるしまあ全部無人は結構ね誘発僧侶すごそうだからまあ面白いカードですねホリファントルールあなたの終了セップ開始時にこのターンにあなたがコントロールパーセン戦場を跳ねていた場合うんプライチプライチの修終末は C される まあこれはリミテカード貴族生まれ <noise> ふん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 ふーんうん <noise> C しまくるのかまああれかあフレーバー的にはやだからその 他のクリーチャーにこうあるんだろう公演っていうか。なんていうんだっけあれ。まあいいや、公演する感じにはい。えっと、ペガサス、ラサード・イン・バシール。各クリーチャーはパワーであるタフ。ああ、ドラン イニシアチブを持っていると全部倍。あ、これ結構いいな。白炭か。背景選択だから一応あれか。うん。えっと、このパワーは倍にできるドラウンって結構すごいな。イニシアチブ持ってる人があるから難しいけど、でもこれ、なんか、マジワンショット簡単にできそうだけどね。タフレスはね、結構簡単、上がるんですよね。まあ、プラス0、プラス7、んプラス0、プラス7とか、プラス2、プラス7とかやっぱあるから、 あの、で、コマンダーってさ、コマンダーダメージってものがあってですね、21点ダメージを与えると人間死ぬんですよね。なんで、タフネス7、7ってかまあ8かな。タフが8上がったら、人は死ぬ、可能性がある。うん。ということで、このカード、ワンショットコマンダーとしてワンチャンあるね。人を倒せる。一応。うん。 リミッテ。うん。タカだ。タカはネスのこれ。タカが出ると、平地を出す。へえ、あれじゃんね。あなたよりも多くとしてもっとる場合、基本平地カードか。をサーチしてたっぷり出す。うん。まあ、サンマナ。まあ、百蘭の騎士の、まあ、アッシュ。まあ、怪魚神じゃないけど、まあ、ちょっとね、アッシュやね。選択式サンバースト。あなたのクリエイチャーを一体選び、 その合格対戦相手はそのクリーチャーよりもパワーが低いクリーチャーを選ぶ、はい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 、そうするとそれ以外を破壊あ追放うーんあっんじゃされたかはい、はい、そうだね、うん、そうだねうんあじゃあこれによりクリーチャー選んだなら,ならか はいはい、それ,これがその全部追放するか、1体残すことを選んで、他の人に残す選択肢を与えるか、どっちかか。でも、どの辺チパワー0以下か。パワー、まあまあそうだね、基本ちっちゃいものを選べ,選べば、まあまああれってことだね。はいはい。まあ、このね、ラザード・イン・バシエルと合わせれば、大体全追放からの20点パンチ。なるほど。各プレイヤーは、望むかさぎちゃうんで、パワー。 うん、ああ、リミテイ,イニシアチブウェルでもな、リミテなんだよなはいでも、青はね、なんかその、やっぱりいいよねってまあ、e d h って青のゲームっていう作品もありますからね青のカードは結構期待が高まる で、まずこのね、エンシャントシルバードラゴンは、あの、青っていうのがね、一つ問題で、ドラゴンを踏み倒す。だから、重いクリーチャーを踏み倒し、殴るっていう効果を持ってるのが、まあ、代表的なのがオリビアと、その、まあ、カーリーなんだけど、こいつらがね、赤白黒、赤黒っていうことで、青と緑は踏み倒しづらいんですよ。で、緑はただね、いくらでも真ん中伸ばしたりとか、あの、まあ、 初見はまあ勝つから丸だけど、一応まあそのまあまだ、まだこう使いやすいっていのがあるんだけど、青はね、ズルがあんまりできない。ですね。なんでまあ、ちょっとこいつは、うん、むずい <laughs>。ただまあ効果は一番多分、かなり強くて、通ったらまあね、まあ平均10ドローすからね、このカード。さすがに。 重くてさい,いっぱい引くかかるって結構あるんだ,あるんだけど例えばそのねまあ77でデッキの半分引くっていうカードがあって、まあ、それが、まあ、それまあ40ドローぐらいするからじゃあ,あれが最強なんだけどだこのカードは、まあ、そのやっぱクリーチャーってね踏み倒しがすごいしやすいんですよね。 殴るっていう条件は厳しいものではあるんですけどうんそう、まあ、まだ一応使える部類なのかな、まあ、性別スフィンクスとかの方がまあ強いかもしんないけど、まあ、こっちはまあやっぱね、まあ、殴れるからま複数パンチもあり得るし、まあ、速攻つければね、まあ、リアニから速攻でもまあまあちょすぐ引けるからまあ一応ワンチャン勢かも。 打ち消して、コマンダーを持っていると、スクライ2ワンドロー。へぇ三37、はい。うん。キャンドルヒープの賢者。コマンダーに CIPPIG でドローをつける。はい。コーンオブコールド。はい。あ、で、これね、はい。 ディスプレイサーの子猫。これがですね、じゃ、松本一押し。いくらかなこれ。2500円。はい。えー、このディスプレイサーの子猫は、まあ、すごいっす。<laughs> まあ、とりあえず無限いっぱいする一つね。で、まあ、効果は、えー、クリーチャーでない呪文をプレイすると、あなたの土地でないパーマネント。でクリーチャーでもファクトでも。 プリリンンズオカテをブリンクしますっていう、まあ、フェリダーですね。守護フェリダーのクリーチャー以外バージョン。で、まあ、具体的に何が起きるかっていうと、まあ、あのこのエキスパンション、パッド思いつかのが3つあって、1個はまあつ,いてついてるんだけど、トリンケットイメージ。あはいまあ、1つがこれね、えー、佐々木の間導士。 関の魔導士から、かまずこのディスプレイした子猫をいる状態で、これプレイするとか何、何でもいいんだけど、まずまあこれとこれが揃ってる。盤面にいる状態からコンボスタートですね。で、どうなるかっていうと、まずトリンケットメイジで持ってくるものは、まあ、コンボ直球でいくとライアン、ライオンズアイ。ライオンズアイを持ってきて、ライオンズアイをプレイする。トリンケットメイジをブリンクする。で、ブリンクしたんで、誘発型能力が発動して、デッキから、 えっと、ペタルを持ってくる。で、えー、ライオンズアイが着地する。ペタルをプレイして、トリンケタイでブリンクします。デッキからサーチします。にスタックして、ライオンズアイを起動して3マナ浮かせて、で、えー、千年連約を持ってきます。で、千年連約を、あ、違うですね。えー、っと、あれ、連約、フあの,不死の連約だね、1マナで、えー、1マナでプレイできて、2マナスタップ。 このカードを、このカードと墓地をデッキに戻す5点ゲインっていう効果で、えー、それを持ってきて、それをプレイして、トリンケットブリンクして、で、今ゼラマナのファクトだけど、まあ、隠れるものがいいですね。だから、その、まあ、無限ループするんで、ここから。まあ、一番簡単なのが、あの、スイレン。宝石のスイレンとか、まあ、ライ、あの、だあのまあ、まあ、何でもいいんで、 あのガラフタでもいいですね。あのミッションのガラフタでもいい、まあ。なんか持ってきて、で、それを、まあ、サクって、あれ、それを持ってきて、出して、ブリンクして、で、誘発スタックで、まあ、レイアイクを起動すると、デッキに全部変えるんで、ライオンザイアン持ってきて、それら辺をプレイしていくみたいな感じで、毎回、このループで一番空くんですよね。なんで、このループでマナー無限マナーが発生するので、無限マナーを行って、で、えー、最後に。 バリスタを持ってくればトリンケットと子猫の2枚コンボで、まあ、無限ができるとでこ,のこのコンボいいところはこれはあのライオンザイスが鼻全部吹っ飛ぶんだけどその道中に、えっと、ソロリングとかそれから太陽の指、えー、ソロリングとかクリプト全部持ってくれるんですよねなんでまずねそ行くまでに一万の以下のファクター全部な場面並ぶんですよドラバババババって並んでいくルートがまずあるんで えー、ライオン勢置く前にね、めちゃくちゃマナが増えるんですよ。だから通電式とかも入ってると、えー、マナーボルト、それからソロリング、クリプトが2マナ、1マナ、2マナ、で、鍵で2マナ、あ1マナくから6マナ開くんですね、無色が。無色6マナ浮いた状態で、かつまあ、オパールのモックスが入ってれば、ま,あ、まずこの、リスクを負う前に、マナとアドバンテージがバカスか取れると。 っていう状態で、盤面を整えた後に、コンボに行けるっていう強みがあるんで、でしかも、この強いところは、霊薬だけなんですよ、弱いカードが。不死の霊薬以外の全カードが、普通に、入ってるからしか入ってないん、普通に入ってるからだけで組まれてるんで、猫、まあね、えー、冷薬っていうのが、コモパーツ。それ以外が全部、あのーまあ、通常のカードっていう。 枠をね、圧迫せずに使える無限コンボということで、これ非常にまあ、優れているかなと。まあ、ルートがね、あの、そんなその手順が多いんで、妨害は簡単に食らうんだけど、まあ、狙いやすい無限ですね。これは多分かなり強い無限だと思う。っていうのと、えー、かは複数あって、で、はもう一個一番簡単に強いのが、ティフェリーと無限ですね。まあ、こっちはちょっとまあ、その条件があるんだけど、 サンテフェをプレイする際に、小猫がある状態で、サンテフェと、それから、まあ、マナーが増えるマナファクーですね。まあ、やっぱ一番いいのはマナクリプトなんだけど、まあ、クリプトがあると、テフェでサンテフェ出します。サンテフェ -3 使って、クリプトをバウンスする。で、クリプトプレイすると、こいつの方からテフェがブリンクできるんで、バウンスで、まあ、クリプトをもう一回戻して、以下無限。 はいということで無限マナス、はい、<laughs> でしかもテフェリがドローするんで無限マナは無限ドローになりますよっていう感じですねでこの強いところはサンテフェがあるのでサンテフェが通った瞬間にゲームが終わるっていうねところそれからマイナス3でドローするんでスタートがゼラマナであるんだったらあのマナが増えなくてもいいんですねこれ。いつか マナクリプトを引けばマナが増えるんでで無限ドローだからさもうこれつまりまあそ応でこれマナの増え方が一応そのデッキの枚数に依存するんで厳密にはまあそのちょっと、まあの限,限界はあるんだけどそのクリプトがそこに埋まっててゼロ,マナファクゼロマナファクトがそれしか入ってないと死ぬんだけどやっぱり基本的にはそんなないはずなんでまあはいそういう。 こ,のまあ、こっちはね厳密で2枚コンボじゃないんで一応ちょっとまあプラスアルファ必要だけどまあこのルートもあのー、まあ何ていうか弱い方入んないらこっちの方がまあこっちの方が一応まあカードは強いですねサンテフェがまあそもそも強いカードなんで、まあ、サンテフェはまあ通んないけどまあ <laughs> 通ったらまあね勝つ気なのカードでなんか変わらなくてで、まあ、サンテフェからまあやっぱね入やすいのはリアリメイトとかですねサンテフェ通して アニメートでこれ釣るーとかすればもうそのかい簡単に無限ですみたいな感じで勝てるんでこの子猫さんはね結構そのテフェリーかトリンケット明治まあ複合もできるんでねその辺で無限をするすごいやつでまあそもそもこのカード無限切磋も強いんですよねさっきのさマナファクトとかブリンクできるからさこれあの出したターンからマナめっちゃ増える可能性もあるしだから細かいドローとかね打ったりできるデッキだったら なんかもうちょこちょこ動くだけで、まなが増えたりするし、当然アドバンテージを取るカードがあれば、そこが、ま、アドバンテージいっぱい取れるんで、このカードはですね、あの、個人的なトッププレイヤーはむしろこっちまである。ま、こっちがちょっと狭いんで、ま、厳密にはま、その、値段が上がる性質じゃないんだけど、多分カードパワーはね、多分一番高いんじゃないのかなと思っております。ディスプレイサーの子猫。ま、ビックス松本、 バルターズゲートトップ3を作った場合、まあこいつが1位ですね。松本1位はこれ。ディスプレイサーの子猫。つえ。<laughs> 4マナもね、このシングルシンボルがいいですね。4マナってまあ重いんだけど、シンボルがね、薄いのはすごい大事で、無色はさっき言った通り、このね、e d っというゲームにおいて無色っていうマナは、まあ結構出しやすい。ので、 1>, 優勝1個だけっていうのがまずえらいそしてまあルートが複数あって弱いカードが基本入んないっていうところでまあ基本出したら勝つカードなんだけど、まあ、勝たなくてもアドバンテージを取れるしっていうね声として、まあ、ぜひあの皆さんもこれ1枚は持っておいてください多分こいつはまあ再録すんのは遠いだろうからねまあ下がらんやろなっていう <laughs> まあうん うん。はい。ってしてたらちょっと長くなりすぎたな。まあ、じゃこいつ言,言いたかった感じなんで、まあ、あとはちょっと、あの、今日ね、時間が11時に用事があるんで、じゃ今日は途中なんですけど、ここで一回 <laughs> 終わろうかなと思います。まあ、バルターズゲート、ね、まあ、特殊セットなんで、まあ、次、 残りはまあ見ない気もするけど、まあ、気になるカードあったらね、またあの、ちょっと言うかもしんないです。まあ、そんな感じで、今日は、終わります。一応来週は、一応その、バルターズゲートではなく、普通にその、ニューカペラのドラフトをしようかなとは思ってるんで、まあよろしくお願いいたします。ではでは、こんな感じで。 ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。またまた。